徒行伝第一章。テオピロよ、私は先に第一巻を表してイエスが行い、また教え始めてからお選びになった人たちに聖霊によって命じた後、天に上げられた日までのことをことごとく記した。イエスは苦難を受けた後、自分の生きていることを数々な確かな証拠によって示し、40日にわたってたびたび彼らに現れて神の国のことを語られた。そして食事を共にしているとき、彼らにお命じになった。エルサレムから離れないで、かねて私から聞いていた父の約束を待っているがよい。すなわち、ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は間もなく聖霊によってバプテスマを授けられるであろう。さて、弟子たちが一緒に集まったとき、イエスに問うて言った。主よ、イスラエルのために国を復興なさるのはこの時なのですか？彼らに言われた。時期や場合は父がご自分の権威によって定めておられるのであって、あなた方の知る限りではない。ただ、聖霊があなた方に下るとき、あなた方は力を受けて、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となるであろう。こう言い終わると、イエスは彼らの見ている前で天に上げられ、雲に迎えられてその姿が見えなくなった。イエスの登って行かれるとき、彼らが天を見つめていると、見よ、白い衣を着た二人の人が彼らのそばに立っていて言った。ガリラヤの人たちよ、なぜ天を仰いで立っているのか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に登って行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまで、またおいでになるであろう。それから彼らは、オリブという山に下ってエルサレムに帰った。この山はエルサレムに近く、安息日に許されている距離のところにある。彼らは市内に行って、その泊まっていた屋上の間に上がった。その人たちは、ペテロ、ヨハネ、ヤコブ、アンデレ、ピリポとトマス、バルトロマイとマタイ、アルパヨの子ヤコブと熱心党のシモンと、ヤコブの子ユダとであった。彼らは皆婦人たち、特にイエスの母マリア、およびイエスの兄弟たちと共に心を合わせてひたすら祈りをしていた。その頃、120名ばかりの人々が一団となって集まっていたが、ペテロはこれらの兄弟たちの中に立っていった。兄弟たちよ、イエスを捕らえた者たちの手引きになったユダについては、聖霊がダビデの口を通して予言したその言葉は成就しなければならなかった。彼は私たちの仲間に加えられ、この務めを授かっていたものであった。彼は不義の報酬で、ある辞書を手に入れたが、そこへ真っ逆さまに落ちて、腹が真ん中から引き裂け、腹渡が皆流れ出てしまった。そしてこのことはエルサレムの全住民に知れ渡り、そこでこの辞書は彼らの国語で、アケルダマと呼ばれるようになった。血の辞書との意である。詩編に、その屋敷は荒れ果てよ。そこには一人も住む者がいなくなれ、と書いてあり、またその職は他の者に取らせよ、とある通りである。そういうわけで、主イエスが私たちの間に行き来された期間中、すなわちヨハネのバプテスマの時から始まって、私たちを離れて天に上げられた日に至るまで、始終私たちと行動を共にした人たちのうち、誰か一人が私たちに加わって主の復活の証人にならねばならない。そこで一同はバルサバと呼ばれ、またの名をユストというヨセフと、マッテアとの二人を立て、祈っていった。すべての人の心をご存知である主よ、この二人のうちのどちらを選んで、ユダがこの使徒の職務から落ちて、自分の行くべきところに行ったその後を継がせなさいますか。お示しください。それから二人のためにくじを引いたところ、マッテアに当たったので、この人が11人の人たちに加えられることになった。使徒行伝第二章。五旬節の日が来て、みんなの者が一緒に集まっていると、突然激しい風が吹いてきたような音が天から起こってきて、一同が座っていた家いっぱいに響き渡った。また舌のようなものが炎のように分かれて現れ、
一人びといの上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに、いろいろの他国の言葉で語り出した。さて、エルサレムには、天下のあらゆる国々から信仰深いユダヤ人たちが来て住んでいたが、この物音に大勢の人が集まってきて、彼らの生まれ故郷の国語で人たちが話しているのを、誰も彼も聞いてあっけに取られた。そして驚き怪しんで言った。見よ、今話しているこの人たちは、皆ガリラヤ人ではないか。それなのに、私たちがそれぞれ生まれ故郷の国語を彼らから聞かされるとは、一体どうしたことか。私たちの中には、パルテア人、メシア人、エラム人もおれば、メソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントとアジア、フルギアとパンフリア、エジプトとクレネに近いリビア地方などに住む者もいるし、またローマ人で旅に来ている者、ユダヤ人と回収者、クレテ人とアラビア人もいるのだが、あの人々が私たちの国語で神の大きな働きを述べるのを聞くとはどうしたことか。みんなの者は驚き惑って互いに言い合った。これは一体どういうわけなのだろう。しかし他の人たちは嘲笑って、あの人たちは新しい酒で酔っているのだ、と言った。そこでペテロが11人の者と共に立ち上がり、声を上げて人々に語りかけた。ユダヤの人たち、並びにエルサレムに住むすべての方々、どうかこのことを知っていただきたい。私の言うことに耳を傾けていただきたい。今は朝の9時であるから、この人たちはあなた方が思っているように酒に酔っているのではない。そうではなく、これは預言者ヨエルが預言していたことに他ならないのである。すなわち、神が公王戦になる。終わりの時には、私の霊をすべての人に注ごう。そしてあなた方の息子、娘は預言をし、若者たちは幻を見、老人たちは夢を見るであろう。その時には、私の男女のしもべたちにも、私の霊を注ごう。そして彼らも予言をするであろう。また上では天に奇跡を見せ、下では地に印を、すなわち、血と火と立ち込める煙とを見せるであろう。主の大いなる輝かしい日が来る前に、日は闇に、月は血に変わるであろう。その時、主の名を呼び求める者は、皆救われるであろう。イスラエルの人たちよ、今私の語ることを聞きなさい。あなた方がよく知っている通り、ナザレ人イエスは、神が彼を通して、あなた方の中で行われた数々の力ある技と奇跡と印とにより、神から使わされたものであることを、あなた方に示された方であった。このイエスが渡されたのは、神の定めた計画と予知とによるのであるが、あなた方は彼を不法の人々の手で十字架につけて殺した。神はこのイエスを死の苦しみから解き放って蘇らせたのである。イエスが死に支配されているはずはなかったからである。ダビデはイエスについてこう言っている。私は常に目の前に死を見た。主は私が動かされないため、私の右にいてくださるからである。それゆえ私の心は楽しみ、私の舌は喜び歌った。私の肉体もまた望みに生きるであろう。あなたは私の魂を黄泉に捨ておくことをせず、あなたの聖者が朽ち果てるのをお許しにならないであろう。あなたは命の道を私に示し、見舞いにあって私を喜びで満たしてくださるであろう。兄弟たちよ、族長ダビデについては、私はあなた方に向かって大胆に言うことができる。彼は死んで葬られ、現にその墓が今日に至るまで私たちの間に残っている。彼は預言者であって、その子孫の一人を大いにつかせようと、神が固く彼に誓われたことを認めていたので、キリストの復活をあらかじめ知って、彼は黄泉に捨て置かれることがなく、またその肉体が朽ち果てることもないと語ったのである。このイエスを神は蘇らせた。そして私たちは皆その証人なのである。それでイエスは神の右に挙げられ、父から約束の聖霊を受けて、それを私たちに注がれたのである。このことはあなた方が現に見聞きしている通りである。ダビデが天に昇ったのではない。
彼自身こう言っている。主は我が主に仰せになった。あなたの敵をあなたの足台にするまでは私の右に座していなさい。だからイスラエルの前科はこのことをしかと知っておくがよい。あなた方が十字架につけたこのイエスを神は主またキリストとしてお立てになったのである。人々はこれを聞いて強く心を刺され、ペテロや他の人たちに、兄弟たちよ、私たちはどうしたらよいのでしょうかと言った。するとペテロが答えた。悔い改めなさい。そしてあなた方一人一人が罪の許しを得るためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすればあなた方は聖霊の賜物を受けるであろう。この約束は我らの主なる神の召しに預かるすべてのもの、すなわちあなた方とあなた方の子らと遠くの者一同とに与えられているものである。ペテロは他になお多くの言葉で証しをなし、人々にこの曲がった時代から救われよと言って進めた。そこで彼の勧めの言葉を受け入れた者たちはバプテスマを受けたが、その日仲間に加わった者が3000人ほどあった。そして一同はひたすら人たちの教えを守り、信徒の交わりをなし、共にパンを裂き祈りをしていた。みんなの者に恐れの念が生じ、多くの奇跡と印とが人たちによって次々に行われた。信者たちは皆一緒にいて、一切のものを共有にし、資産や持ち物を売っては必要に応じてみんなの者に分け与えた。そして日々心を一つにして絶えず宮詣をなし、家ではパンを裂き、喜びと真心とをもって食事を共にし、神を賛美し、すべての人に好意を持たれていた。そして主は救われる者を日々仲間に加えてくださったのである。使徒行伝第3章。さて、ペテロとヨハネとが午後3時の祈りの時に宮に登ろうとしていると、生まれながら足の利かない男が抱えられてきた。この男は宮詣に来る人々に施しを請うため、毎日美しの門と呼ばれる宮の門のところに置かれていたものである。彼はペテロとヨハネとが宮に入っていこうとしているのを見て施しを請うた。ペテロとヨハネとは彼をじっと見て、私たちを見なさいと言った。彼は何かもらえるのだろうと期待して二人に注目しているとペテロが言った。金銀は私にはない。しかし私にあるものをあげよう。ナザレ人イエス・キリストの名によって歩きなさい。こう言って彼の右手を取って起こしてやると、足とくるぶしとが立ちどころに強くなって踊り上がって立ち歩き出した。そして歩き回ったり踊ったりして神を賛美しながら彼らと共に宮に入っていった。民衆は皆彼が歩き回り、また神を賛美しているのを見、これが宮の美しの門のそばに座って、施しを請うていたものであると知り、彼の身に起こったことについて驚き怪しんだ。彼がなおもペテロとヨハネとにつきまとっているとき、人々は皆ひどく驚いて、ソロモンの牢と呼ばれる中牢にいた彼らのところに駆け集まってきた。ペテロはこれを見て人々に向かって言った。イスラエルの人たちよ、なぜこのことを不思議に思うのか。また私たちが自分の力や信心であの人を歩かせたかのように、なぜ私たちを見つめているのか。アブラハム、イサク、ヤコブの神、私たちの先祖の神は、そのしもべイエスに栄光を賜ったのであるが、あなた方はこのイエスを引き渡し、ピラトが許すと決めていたのに、それを彼の面前で拒んだ。あなた方はこの聖なる正しい方を拒んで、人殺しの男を許すように要求し、命の君を殺してしまった。しかし神は、このイエスを死人の中から蘇らせた。私たちはそのことの証人である。そしてイエスの名が、それを信じる信仰のゆえに、あなた方の今見て知っているこの人を強くしたのであり、イエスによる信仰が彼をあなた方一同の前で、この通り完全に癒したのである。さて、兄弟たちよ、あなた方は知らずにあのようなことをしたのであり、あなた方の指導者たちとても同様であったことは私にわかっている。
神はあらゆる預言者の口を通してキリストの受難を予告しておられたが、それをこのように成就なさったのである。だから自分の罪を拭い去っていただくために悔い改めて本心に立ち返りなさい。それは主の御前から慰めの時が来て、あなた方のためにあらかじめ定めてあったキリストなるイエスを神が使わしてくださるためである。このイエスは神が聖なる預言者たちの口を通して昔から預言しておられた万物更新の時まで天に留めておかねばならなかった。モーセは言った、主なる神は私をお立てになったように、あなた方の兄弟の中から一人の預言者をお立てになるであろう。その預言者があなた方に語ることにはことごとく聞き従いなさい。彼に聞き従わない者は皆民の中から滅ぼし去られるであろう。サムエルをはじめその後続いて語ったほどの預言者は皆この時のことを予告した。あなた方は預言者の子であり、神があなた方の先祖たちと結ばれた契約の子である。神はアブラハムに対して、地上の諸民族はあなたの子孫によって祝福を受けるであろうと仰せられた。神がまずあなた方のためにそのしもべを立ててお使わしになったのは、あなた方一人一人を悪から立ち返らせて祝福に預からせるためなのである。使徒行伝第四章。彼らが人々にこのように語っている間に、祭司たち、宮守頭、サドカイ人たちが近寄ってきて、彼らが人々に教えを説き、イエス自身に起こった死人の復活を宣伝しているのに気を苛立て、彼らに手をかけて捕らえ、早日が暮れていたので翌朝まで留置しておいた。しかし彼らの話を聞いた多くの人たちは信じた。そしてその男の数が5000人ほどになった。あくる日、役人、長老、律法学者たちがエルサレムに召集された。大祭司アンナスをはじめ、カヤパ、ヨハネ、アレキサンデル、その他大祭司の一族も皆集まった。そしてその真ん中に人たちを立たせて尋問した。あなた方は一体何の権威、また誰の名によってこのことをしたのか。その時ペテロが聖霊に満たされていった。民の役人たち並びに長老たちよ、私たちが今日取り調べを受けているのは病人に対してした良い技についてであり、この人がどうして癒されたかについてであるなら、あなた方ご一同もまたイスラエルの人々全体も知っていてもらいたい。この人が元気になってみんなの前に立っているのは、ひとえにあなた方が十字架につけて殺したのを神が死人の中からよみがえらせたナザレ人イエス・キリストの皆によるのである。このイエスこそはあなた方家作りらに捨てられたが隅の頭石となった石なのである。この人による以外に救いはない。私たちを救いうる名はこれを別にしては天下の誰にも与えられていないからである。人々はペテロとヨハネとの大胆な話しぶりを見、また同時に二人が無学なただの人たちであることを知って不思議に思った。そして彼らがイエスと共にいたものであることを認め、かつ彼らに癒された者がそのそばに立っているのを見ては全く返す言葉がなかった。そこで二人に議会から退場するように命じてから互いに協議を続けて言った。あの人たちをどうしたらよかろうか。彼らによって著しい印が行われたことはエルサレムの住民全体に知れ渡っているので否定しようもない。ただこれ以上このことが民衆の間に広まらないように、今後はこの名によって一切誰にも語ってはいけないと脅してやろうではないか。そこで二人を呼び入れて、イエスの名によって語ることも説くことも一切相ならぬと言い渡した。ペテロとヨハネとはこれに対して言った。神に聞き従うよりもあなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してもらいたい。私たちとしては自分の見たこと聞いたことを語らないわけにはいかない。そこで彼らは二人をさらに脅した上許してやった。みんなの者がこの出来事のために神をあがめていたので、その人々の手前二
二人を罰する術がなかったからである。その印によって癒されたのは40歳余りの人であった。二人は許されてから仲間の者たちのところに帰って、祭司長たちや長老たちが言った一切のことを報告した。一度はこれを聞くと口を揃えて神に向かい声を上げていった。天と地と海とその中のすべてのものとの作り主なる主よ、あなたは私たちの先祖、あなたのしもべダビデの口を通して聖霊によって公仰せになりました。なぜ異邦人らは騒ぎ立ち、もろもろの民は虚しいことを図り、地上の王たちは立ち構え、支配者たちは塔を組んで、主とそのキリストとに逆らったのか。まことにヘロデとポンテオピラトとは、異邦人らやイスラエルの民と一緒になって、この都に集まり、あなたから油を注がれた聖なるしもべイエスに逆らい、御手と御胸とによってあらかじめ定められていたことを成し遂げたのです。主よ、今彼らの脅迫に目を留め、しもべたちに思い切って大胆に御言葉を語らせてください。そして御手を伸ばして癒しをなし、聖なるしもべイエスの名によって、印と奇跡とを行わせてください。彼らが祈りを得ると、その集まっていた場所が揺れ動き、一同は聖霊に満たされて、大胆に神の言葉を語り出した。信じた者の群れは、心を一つにし、思いを一つにして、誰一人その持ち物を自分のものだと主張するものがなく、一切のものを共有にしていた。人たちは主イエスの復活について非常に力強く証しをした。そして大きな恵みが彼ら一同に注がれた。彼らの中に乏しい者は一人もいなかった。辞書や家屋を持っている人たちはそれを売り、売った者の代金を持ってきて人たちの足元に置いた。そしてそれぞれの必要に応じて誰にでも分け与えられた。クプロ生まれのレビ人で、人たちにバルナバ、慰めの子との意と呼ばれていたヨセフは、自分の所有する畑を売り、その代金を持ってきて人たちの足元に置いた。使徒行伝第五章。ところがアナニアという人とその妻サッピラとは共に資産を売ったが、共謀してその代金をごまかし、一部だけを持ってきて人たちの足元に置いた。そこでペテロが言った。アナニアよ、どうしてあなたは自分の心をサタンに奪われて、聖霊を欺き、辞書の代金をごまかしたのか。売らずに残しておけばあなたのものであり、売ってしまってもあなたの自由になったはずではないか。どうしてこんなことをする気になったのか。あなたは人を欺いたのではなくて、神を欺いたのだ。アナニアはこの言葉を聞いているうちに倒れて息が絶えた。このことを伝え聞いた人々は皆非常な恐れを感じた。それから若者たちが立ってその死体を包み運び出して葬った。三時間ばかり経ってからたまたま彼の妻がこの出来事を知らずに入ってきた。そこでペテロが彼女に向かって言った。あの辞書はこれこれの値段で売ったのか、その通りか。彼女はそうです、その値段です、と答えた。ペテロは言った。あなた方二人が心を合わせて、主の御霊を試みるとは何事であるか。見よ、あなたの夫を葬った人たちの足が、そこの門口に来ている。あなたも運び出されるであろう。すると女はたちまち彼の足元に倒れて、息が絶えた。そこに若者たちが入ってきて、女が死んでしまっているのを見、それを運び出して、その夫のそばに葬った。教会全体、並びにこれを伝え聞いた人たちは、皆非常な恐れを感じた。その頃、多くの印と奇跡とが、次々に人たちの手により、人々の中で行われた。そして一同は心を一つにして、ソロモンの牢に集まっていた。他の者たちは誰一人その交わりに入ろうとはしなかったが、民衆は彼らを尊敬していた。しかし主を信じて仲間に加わる者が男女ともますます多くなってきた。ついには病人を大通りに運び出し、寝台や寝床の上に置いて、ペテロが通るとき、彼の影なりとそのうちの誰かにかかるようにしたほどであった。
またエルサレム付近の町々からも大勢の人が病人や汚れた霊に苦しめられている人たちを引き連れて集まってきたが、その全部の者が一人残らず癒された。そこで大祭司とその仲間の者、すなわちサドカイ派の人たちが、皆嫉妬の念に満たされて立ち上がり、人たちに手をかけて捕らえ、公共の留置場に入れた。ところが夜、主の使いが獄の戸を開き、彼らを連れ出していった。さあ行きなさい。そして宮の庭に立ち、この命の言葉を漏れなく人々に語りなさい。彼らはこれを聞き、夜明け頃宮に入って教え始めた。一方では大祭司とその仲間の者とが集まってきて、議会とイスラエル人の長老一同とを召集し、人たちを引き出して来させるために人を獄に使わした。そこで下役どもが行ってみると、人たちが獄にいないので引き返して報告した。獄にはしっかりと錠がかけてあり、戸口には番人が立っていました。ところが開けてみたら、中には誰もいませんでした。宮守頭と祭司長たちとはこの報告を聞いて、これは一体どんなことになるのだろうと慌てまどっていた。そこへある人が来て知らせた。行ってごらんなさい。あなた方が獄に入れたあの人たちが、宮の庭に立って民衆を教えています。そこで宮守頭が下役どもと一緒に出かけて行って、人たちを連れてきた。しかし人々に石で打ち殺されるのを恐れて、手荒なことはせず、彼らを連れてきて議会の中に立たせた。すると大祭司が通って言った。あの名を使って教えてはならないと厳しく命じておいたではないか。それなのに何ということだ。エルサレム中にあなた方の教えを氾濫させている。あなた方は確かにあの人の血の責任を私たちに負わせようと企んでいるのだ。これに対してペテロをはじめ人たちは言った。人間に従うよりは神に従うべきである。私たちの先祖の神はあなた方が木にかけて殺したイエスをよみがえらせ、そしてイスラエルを悔い改めてこれに罪の許しを与えるために、このイエスを導き手として救い主としてご自身の右に挙げられたのである。私たちはこれらのことの証人である。神がご自身に従う者に賜った聖霊もまたその証人である。これを聞いた者たちは激しい怒りのあまり、人たちを殺そうと思った。ところが国民全体に尊敬されていた律法学者ガマリエルというパリサイ人が議会で立って人たちをしばらくの間外に出すように要求してから一堂に向かって言った。イスラエルの諸君、あの人たちをどう扱うかよく気をつけるがよい。先頃、シュダが怒って自分を何か偉い者のように言いふらしたため、彼に従った男の数が400人ほどもあったが、結局彼は殺されてしまい、従った者も皆死産して全く跡形もなくなっている。その後、人口調査の時、ガリラヤ人ユダが民衆を率いて反乱を起こしたが、この人も滅び、従った者も皆散らされてしまった。そこでこの際諸君に申し上げる。あの人たちから手を引いて、そのなすままにしておきなさい。その企てや仕業が人間から出たものなら、自滅するだろう。しかし、もし神から出たものなら、あの人たちを滅ぼすことはできまい。まかり違えば、諸君は神を敵に回すことになるかもしれない。そこで彼らはその勧告に従い、人たちを呼び入れて、鞭打った後、今後イエスの名によって語ることは相ならぬと言い渡して、許してやった。人たちは皆のために、恥を加えられるに足るものとされたことを喜びながら、議会から出てきた。そして毎日、宮や家で、イエスがキリストであることを、引き続き教えたり、述べ伝えたりした。使徒行伝、第六章。その頃、弟子の数が増えてくるにつれて、ギリシャ語を使うユダヤ人たちから、ヘブル語を使うユダヤ人たちに対して、自分たちのヤモメらが、日々の配給で、おろそかにされがちだと苦情を申し立てた。そこで十二使徒は弟子全体を呼び集めて言った。私たちが神の言葉を差し置いて、食卓のことに携わるのは面白くない。
そこで兄弟たちよ、あなた方の中から御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たち七人を探し出してほしい。その人たちにこの仕事を任せ、私たちはもっぱら祈りと御言葉の御用に当たることにしよう。この提案は会衆一同の賛成するところとなった。そして信仰と聖霊とに満ちた人ステパノ、それからピリポ、プロコロ、ニカノル、テモン、パルメナ、およびアンテオ家の回収者ニコラオを選び出して人たちの前に立たせた。すると人たちは祈って手を彼らの上に置いた。こうして神の言葉はますます広まり、エルサレムにおける弟子の数が非常に増えていき、祭司たちも多数信仰を受け入れるようになった。さてステパノは恵みと力とに満ちて民衆の中で目覚ましい奇跡と印とを行っていた。すると、いわゆるリベルテンの街道に属する人々、クレネ人、アレキサンドリア人、キリキアやアジアから来た人々などが立って、ステパノと議論したが、彼は知恵と御霊とで語っていたので、それに対抗できなかった。そこで彼らは人々をそそのかして、私たちは彼がモーセと神とを汚す言葉を吐くのを聞いた、と言わせた。その上、民衆や長老たちや立法学者たちを先導し、彼を襲って捕らえさせ、議会に引っ張ってこさせた。それから偽りの証人たちを立てて言わせた。この人はこの聖女と立法とに逆らう言葉を吐いて、どうしてもやめようとはしません。あのナザレ人イエスは、この聖女を打ち壊し、モーセが私たちに伝えた慣例を変えてしまうだろう、などと彼が言うのを私たちは聞きました。議会で席についていた人たちは皆、ステパノに目を注いだが、彼の顔はちょうど天使の顔のように見えた。使徒行伝、第七章。大祭司は、その通りか、と尋ねた。そこでステパノが言った。兄弟たち、父たちをお聞きください。私たちの父祖、アブラハムが、カランに住む前、まだメソポタミアにいたとき、栄光の神が彼に現れて仰せになった。あなたの土地と親族から離れて、あなたに指し示す地に行きなさい。そこでアブラハムはカルデア人の地を出てカランに住んだ。そして彼の父が死んだ後、神は彼をそこから今あなた方の住んでいるこの地に移住させたが、そこでは遺産となるものは何一つ、一歩の幅の土地すらも与えられなかった。ただその地を所領として授けようとの約束を彼と、そして彼にはまだ子がなかったのに、その子孫とに与えられたのである。神はこう仰せになった。彼の子孫は他国に身を寄せるであろう。そしてそこで400年の間奴隷にされて虐待を受けるであろう。それからさらに仰せになった。彼らを奴隷にする国民を私は裁くであろう。その後、彼らはそこから逃れ出て、この場所で私を礼拝するであろう。そして神はアブラハムに、割礼の契約をお与えになった。こうして彼はイサクの父となり、これに8日目に割礼を施し、それからイサクはヤコブの父となり、ヤコブは12人の族長たちの父となった。族長たちはヨセフを妬んで、エジプトに売り飛ばした。しかし神は彼と共にいまして、あらゆる苦難から彼を救い出し、エジプト王パロの前で恵みを与え、知恵を表させた。そこでパロは彼を宰相の任に就かせ、エジプト並びに王家全体の支配に当たらせた。時にエジプトとカナンとの全土にわたって飢饉が起こり、大きな苦難が襲ってきて、私たちの先祖たちは食物が得られなくなった。ヤコブはエジプトには食料があると聞いて、はじめに先祖たちを使わしたが、二回目の時にヨセフが兄弟たちに自分の身の上を打ち明けたので、彼の親族関係がパロに知れてきた。ヨセフは使いをやって、父ヤコブと75人に上る親族一同とを招いた。こうしてヤコブはエジプトに下り、彼自身も先祖たちもそこで死に、それから彼らはシケムに移されて、かねてアブラハムがいくらかの金を出して、この地のハモルの子らから買っておいた墓に葬られた。
神がアブラハムに対して立てられた約束の時期が近づくにつれ、民は増えてエジプト全土に広がった。やがてヨセフのことを知らない別の王がエジプトに起こった。この王は私たちの同族に対し策略を巡らして、先祖たちを虐待し、その幼子らを生かしておかないように捨てさせた。モーセが生まれたのはちょうどこの頃のことである。彼は稀に見る美しい子であった。3ヶ月の間は父の家で育てられたが、その後捨てられたのをパロの娘が拾い上げて自分の子として育てた。モーセはエジプト人のあらゆる学問を教え込まれ、言葉にも技にも力があった。40歳になった時、モーセは自分の兄弟であるイスラエル人たちのために尽くすことを思い立った。ところがその一人がいじめられているのを見て、これをかばい、虐待されているその人のために、相手のエジプト人を撃って仕返しをした。彼は自分の手によって、神が兄弟たちを救ってくださることを、みんなが悟るものと思っていたが、実際はそれを悟らなかったのである。翌日、モーセは、彼らが争い合っているところに現れ、仲裁しようとしていった。待て、君たちは兄弟同士ではないか。どうして互いに傷つけ合っているのか。すると仲間をいじめていた者が、モーセを突き飛ばしていった。誰が君を我々の支配者や裁判人にしたのか。君は昨日エジプト人を殺したように、私も殺そうと思っているのか。モーセはこの言葉を聞いて逃げ、ミディアンの地に身を寄せ、そこで男の子を二人もうけた。40年経った時、シナイ山の荒野において、御使いが芝の燃える炎の中でモーセに現れた。彼はこの光景を見て不思議に思い、それを見極めるために近寄ったところ、主の声が聞こえてきた。私はあなたの先祖たちの神、アブラハム、イサク、ヤコブの神である。モーセは恐れおののいて、もうそれを見る勇気もなくなった。すると主が彼に言われた。あなたの足から靴を脱ぎなさい。あなたの立っているこの場所は聖なる地である。私はエジプトにいる私の民が虐待されているありさまを確かに見届け、その苦悩のうめき声を聞いたので、彼らを救い出すために下ってきたのである。さあ、今あなたをエジプトに使わそう。こうして、誰が君を支配者や裁判人にしたのかと言って排斥されたこのモーセを、神は芝の中で彼に現れた御使いの手によって、支配者、解放者としてお使わしになったのである。この人が人々を導き出して、エジプトの地においても、航海においても、また40年の間、荒野においても、奇跡と印とを行ったのである。この人がイスラエル人たちに、神は私をお立てになったように、あなた方の兄弟たちの中から一人の預言者をお立てになるであろう、と言ったモーセである。この人が、シナイ山で彼に語りかけた御使いや先祖たちと共に、荒野における集会にいて生ける御言葉を授かり、それをあなた方に伝えたのである。ところが先祖たちは彼に従おうとはせず、かえって彼を退け、心の中でエジプトに憧れて、私たちを導いてくれる神々を作ってください。私たちをエジプトの地から導いてきたあのモーセがどうなったのかわかりませんから、とアロンに言った。その頃彼らは子牛の像を作り、その偶像に供え物を捧げ、自分たちの手で作ったものを祀って打ち興じていた。そこで神は顔を背け、彼らを天の星を拝むままに任せられた。預言者の書にこう書いてある通りである。イスラエルの家よ、40年の間荒野にいた時に、生贄と供え物とを私に捧げたことがあったか。あなた方はモロクの幕屋やロンパの星の神を担ぎ回った。それらは拝むために自分で作った偶像に過ぎぬ。だから私はあなた方をバビロンの彼方へ移してしまうであろう。私たちの先祖には荒野に証の幕屋があった。それは見たままの型に従って作るようにと、モーセに語った方のご命令通りに作ったものである。この幕屋は私たちの先祖がヨシュアに率いられ、神によって諸民族を彼らの前から追い払い、
その所領を乗り取った時に、そこに持ち込まれ、次々に受け継がれて、ダビデの時代に及んだものである。ダビデは神の恵みを被り、そしてヤコブの神のために、宮を造営したいと願った。けれども、実際にその宮を建てたのはソロモンであった。しかし、意図高き者は、手で作った家のうちにはお住みにならない。預言者が言っている通りである。主が仰せられる。どんな家を私のために建てるのか。私の憩いの場所はどれか。天は私の王座。地は私の足台である。これは皆私の手が作ったものではないか。ああ、強情で心にも耳にも割礼のない人たちよ。あなた方はいつも聖霊に逆らっている。それはあなた方の先祖たちと同じである。一体あなた方の先祖が迫害しなかった預言者が一人でもいたか。彼らは正しい方の来ることを予告した人たちを殺し、今やあなた方はその正しい方を裏切る者、また殺す者となった。あなた方は御使いたちによって伝えられた律法を受けたのに、それを守ることをしなかった。人々はこれを聞いて、心の底から激しく怒り、ステパノに向かって歯ぎしりをした。しかし彼は聖霊に満たされて、天を見つめていると、神の栄光が現れ、イエスが神の右に立っておられるのが見えた。そこで彼は、ああ、天が開けて、人の子が神の右に立っておいでになるのが見える、と言った。人々は大声で叫びながら耳を覆い、ステパノをめがけて一斉に殺到し、彼を市街に引き出して石で撃った。これに立ち会った人たちは、自分の上着を脱いで、サウロという若者の足元に置いた。こうして彼らがステパノに石を投げつけている間、ステパノは祈り続けていった。主イエスよ、私の霊をお受けください。そしてひざまずいて大声で叫んだ。主よ、どうぞこの罪を彼らに負わせないでください。こう言って彼は眠りについた。使徒行伝第八章。サウロはステパノを殺すことに賛成していた。その日、エルサレムの教会に対して大迫害が起こり、使徒以外の者はことごとくユダヤとサマリアとの地方に散らされていった。信仰深い人たちはステパノを葬り、彼のために胸を打って非常に悲しんだ。ところがサウロは家々に押し入って男や女を引きずり出し、次々に獄に渡して教会を荒らし回った。さて、散らされていった人たちは、御言葉を述べ伝えながら巡り歩いた。ピリポはサマリアの町に下って行き、人々にキリストを述べ始めた。群衆はピリポの話を聞き、その行っていた印を見て、こぞって彼の語ることに耳を傾けた。汚れた霊に疲れた多くの人々からは、その霊が大声でわめきながら出ていくし、また多くの中風を患っている者や、足の効かない者が癒されたからである。それでこの町では人々が大変な喜び方であった。さてこの町に以前からシモンという人がいた。彼は魔術を行ってサマリアの人たちを驚かし、自分をさも偉い者のように言いふらしていた。それで小さい者から大きい者に至るまで皆彼についていき、この人こそは大能と呼ばれる神の力であると言っていた。彼らがこの人について言ったのは、長い間その魔術に驚かされていたためであった。ところがピリポが神の国とイエス・キリストの名について述べ伝えるに及んで、男も女も信じて続々とバプテスマを受けた。シモン自身も信じてバプテスマを受け、それから引き続きピリポについて言った。そして数々の印や目覚ましい奇跡が行われるのを見て驚いていた。エルサレムにいる人たちはサマリアの人々が神の言葉を受け入れたと聞いて、ペテロとヨハネとをそこに使わした。二人はサマリアに下って行って、みんなが聖霊を受けるようにと彼らのために祈った。それは彼らはただ主イエスの名によってバプテスマを受けていただけで、聖霊はまだ誰にも下っていなかったからである。そこで二人が手を彼らの上に置いたところ、彼らは聖霊を受けた。
シモンは人たちが手を置いたために、御霊が人々に授けられたのを見て、金を差し出し、私が手を置けば、誰にでも聖霊が授けられるように、その力を私にもください、と言った。そこでペテロが彼に言った。お前の金はお前もろとも失せてしまえ。神の賜物が金で得られるなどと思っているのか。お前の心が神の前に正しくないから、お前は到底このことに預かることができない。だからこの悪事を悔いて主に祈れ。そうすれば、あるいはそんな思いを心に抱いたことが許されるかもしれない。お前にはまだ苦い胆汁があり、不義の縄目が絡みついている。それが私にわかっている。シモンはこれを聞いて言った。仰せのようなことが私の身に起こらないように、どうぞ私のために主に祈ってください。人たちは力強く証しをなし、また主の言葉を語った後、サマリア人の多くの村々に福音を述べ伝えてエルサレムに帰った。しかし主の使いがピリポに向かって行った。立って南方に行き、エルサレムからガザへ下る道に出なさい。このガザは今は荒れ果てている。そこで彼は立って出かけた。するとちょうどエチオピア人の女王カンダケの高官で、女王の財産全部を管理していた宦官であるエチオピア人が、礼拝のためエルサレムに登り、その帰途についていたところであった。彼は自分の馬車に乗って、預言者イザヤの書を読んでいた。御霊がピリポに進み寄ってあの場所に並んで行きなさい、と言った。そこでピリポが駆けていくと、預言者イザヤの書を読んでいるその人の声が聞こえたので、あなたは読んでいることがお分かりですか、と尋ねた。彼は誰かが手引きをしてくれなければ、どうしてわかりましょう、と答えた。そして馬車に乗って一緒に座るようにとピリポに勧めた。彼が読んでいた聖書の箇所はこれであった。彼はほふり場に引かれていく羊のように、また黙々として毛を刈る者の前に立つ子羊のように口を開かない。彼は癒しめられて、その裁きも行われなかった。誰が彼の子孫のことを語ることができようか、彼の命が地上から取り去られているからには、宦官はピリポに向かって言った。お尋ねしますが、ここで預言者は誰のことを言っているのですか。自分のことですか。それとも誰か他の人のことですか。そこでピリポは口を開き、この聖句から解き起こしてイエスのことを述べ伝えた。道を進んでいくうちに水のあるところに来たので宦官が言った。ここに水があります。私がバプテスマを受けるのに何の差し支えがありますか。これに対してピリポは、あなたが真心から信じるなら、受けて差し支えはありません、と言った。すると彼は、私はイエス・キリストを神の子と信じます、と答えた。そこで車を止めさせ、ピリポと宦官と二人とも水の中に降りていき、ピリポが宦官にバプテスマを授けた。二人が水から上がると、主の霊がピリポをさらっていったので、宦官はもう彼を見ることができなかった。宦官は喜びながら旅を続けた。その後、ピリポは、アゾトに姿を現して、町々を巡り歩き、至るところで福音を述べ伝えて、ついにカイザリアに着いた。使徒行伝、第九章。さて、サウロは、なおも主の弟子たちに対する脅迫、殺害の息を弾ませながら、大祭司のところに行って、ダマスコの諸街道宛ての天使を求めた。それはこの道の者を見つけ次第、男女の別なく縛り上げて、エルサレムに引っ張ってくるためであった。ところが道を急いでダマスコの近くに来たとき、突然天から光が差して彼をめぐり照らした。彼は地に倒れたが、そのとき、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか、と呼びかける声を聞いた。そこで彼は、主よ、あなたはどなたですか?と尋ねた。すると答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。さあ、立って町に入っていきなさい。そうすればそこであなたのなすべきことが告げられるであろう。サウロの同行者たちは物も見えずに立っていて、声だけは聞こえたが誰も見えなかった。
サウロは地から起き上がって目を開いてみたが何も見えなかった。そこで人々は彼の手を引いてダマスコへ連れて行った。彼は3日間目が見えず、また食べることも飲むこともしなかった。さてダマスコにアナニアという一人の弟子がいた。この人に主が幻の中に現れて、アナニアよとお呼びになった。彼は主よ、私でございますと答えた。そこで主が彼に言われた。立ってまっすぐという名の路地に行き、ユダの家でサウロというタルソ人を訪ねなさい。彼は今祈っている。彼はアナニアという人が入ってきて、手を自分の上に置いて再び見えるようにしてくれるのを幻で見たのである。アナニアは答えた。主よ、あの人がエルサレムでどんなにひどいことをあなたの生徒たちにしたかについては、多くの人たちから聞いています。そして彼はここでも、皆を唱える者たちを皆捕縛する権を祭司長たちから得てきているのです。しかし主は仰せになった。さあ行きなさい。あの人は異邦人たち、王たち、またイスラエルの子らにも私の名を伝える器として私が選んだものである。私の名のために彼がどんなに苦しまなければならないかを彼に知らせよう。そこでアナニアは出かけて行ってその家に入り、手をサウロの上に置いて行った。兄弟サウロよ、あなたが来る途中で現れた主イエスは、あなたが再び見えるようになるため、そして聖霊に満たされるために私をお使わしになったのです。すると立ちどころにサウロの目から鱗のようなものが落ちて、元通り見えるようになった。そこで彼は立ってバプテスマを受け、また食事をとって元気を取り戻した。サウロはダマスコにいる弟子たちと共に数日間を過ごしてから、直ちに諸会堂でイエスのことを述べ伝え、このイエスこそ神の子であると説き始めた。これを聞いた人たちは皆非常に驚いていった。あれはエルサレムでこの名を唱える者たちを苦しめた男ではないか。その上ここにやってきたのも彼らを縛り上げて祭司長たちのところへ引っ張っていくためではなかったか。しかしサウロはますます力が加わり、このイエスがキリストであることを論証してダマスコに住むユダヤ人たちを言い伏せた。相当の日数が経った頃、ユダヤ人たちはサウロを殺す相談をした。ところがその陰謀が彼の知るところとなった。彼らはサウロを殺そうとして夜昼町の門を見守っていたのである。そこで彼の弟子たちが夜の間に彼をカゴに乗せて町の城壁伝いに吊り下ろした。サウロはエルサレムについて弟子たちの仲間に加わろうと努めたが、みんなの者は彼を弟子だとは信じないで恐れていた。ところがバルナバは彼の世話をして人たちのところへ連れて行き、途中で主が彼に現れて語りかけたことや、彼がダマスコでイエスの名で大胆に述べ伝えた次第を彼らに説明して聞かせた。それ以来彼は人たちの仲間に加わり、エルサレムに出入りし、主の名によって大胆に語り、ギリシャ語を使うユダヤ人たちとしばしば語り合い、また論じ合った。しかし彼らは彼を殺そうと狙っていた。兄弟たちはそれと知って、彼をカイザリアに連れて下り、タルソへ送り出した。こうして教会はユダヤ、ガリラヤ、サマリア全地方にわたって平安を保ち、基礎が固まり、主を恐れ聖霊に励まされて歩み、次第に信徒の数を増していった。ペテロは方々を巡り歩いたが、ルダに住む生徒たちのところへも下っていった。そしてそこで八年間も床についているアイネアという人に会った。この人は中部であった。ペテロが彼に言った。アイネアよ、イエス・キリストがあなたを癒してくださるのだ。起きなさい。そして床を取り上げなさい。すると彼は直ちに起き上がった。ルダとサロンに住む人たちは、皆それを見て主に帰依した。ヨッパにタビタ、これを訳すとドルカス、すなわちカモシカという女弟子がいた。
数々の良い働きや施しをしていた婦人であった。ところがその頃病気になって死んだので、人々はその体を洗って屋上の間に安置した。ルダはヨッパに近かったので、弟子たちはペテロがルダに来ていると聞き、二人の者を彼のもとにやって、どうぞ早くこちらにおいでくださいと頼んだ。そこでペテロは立って二人の者に連れられてきた。彼が着くとすぐ屋上の間に案内された。するとヤモメたちがみんな彼のそばに寄ってきて、ドルカスが生前作った下着や上着の数々を泣きながら見せるのであった。ペテロはみんなの者を外に出し、ひざまずいて祈った。それから死体の方に向いて、タビタよ、起きなさい、と言った。すると彼女は目を開け、ペテロを見て起き直った。ペテロは彼女に手を貸して立たせた。それから生徒たちやヤモメたちを呼び入れて、彼女が生き返っているのを見せた。このことがヨッパ中に知れ渡り、多くの人々が主を信じた。ペテロは川なめしシモンという人の家に泊まり、しばらくの間ヨッパに滞在した。使徒行伝第十章。さて、カイザリアにコルネリオという名の人がいた。イタリア隊と呼ばれた部隊の百卒長で、信心深く、家族一同と共に神を敬い、民に数々の施しをなし、絶えず神に祈りをしていた。ある日の午後三時ごろ、神の使いが彼のところに来て、コルネリオよと呼ぶのを幻ではっきり見た。彼は見つかいを見つめていたが、恐ろしくなって、主よ、何でございますか、と言った。すると見つかいが言った、あなたの祈りや施しは、神の御前に届いて覚えられている。ついては今、ヨッパに人をやって、ペテロと呼ばれるシモンという人を招きなさい。この人は海辺に家を持つ、川なめしシモンという者の客となっている。このお告げをした見つかいが立ち去った後、コルネリオはしもべ二人と、部下の中で信心深い兵卒一人とを呼び、一切のことを説明して聞かせ、ヨッパへ送り出した。翌日、この三人が旅を続けて町の近くに来た頃、ペテロは祈りをするため屋上に登った。時は昼の十二時頃であった。彼は空腹を覚えて、何か食べたいと思った。そして人々が食事の用意をしている間に夢心地になった。すると天が開け、大きな布のような入れ物が四隅を吊るされて地上に降りてくるのを見た。その中には地上の四つ足や這うもの、また空の鳥など各種の生き物が入っていた。そして声が彼に聞こえてきた。ペテロよ、立ってそれらをほふって食べなさい。ペテロは言った。主よ、それはできません。私は今までに清くないもの、汚れたものは何一つ食べたことがありません。すると声が二度目にかかってきた。神が清めたものを清くないなどと言ってはならない。こんなことが三度もあってから、その入れ物はすぐ天に引き上げられた。ペテロが今見た幻は何のことだろうかと一人思案に暮れていると、ちょうどその時、コルネリオから送られた人たちがシモンの家を訪ね当てて、その門口に立っていた。そして声をかけて、ペテロと呼ばれるシモンという方が、こちらにお泊まりではございませんか、と尋ねた。ペテロはなおも幻について思い巡らしていると、御霊が言った。ご覧なさい、三人の人たちがあなたを訪ねてきている。さあ、立って下に降り、ためらわないで彼らと一緒に出かけるがよい。私が彼らをよこしたのである。そこでペテロはその人たちのところに降りて行って言った。私がお尋ねのペテロです。どんな御用でおいでになったのですか。彼らは答えた。正しい人で神を敬い、ユダヤの全国民に好感を持たれている百卒長コルネリオがあなたを家に招いてお話を伺うようにとのお告げを聖なる御使いから受けましたので参りました。そこでペテロは彼らを迎えて泊まらせた。翌日ペテロは立って彼らと連れ立って出発した。ヨッパの兄弟たち数人も一緒に行った。
その次の日に一行はカイザリアに着いた。コルネリオは親族や親しい友人たちを呼び集めて待っていた。ペテロがいよいよ到着すると、コルネリオは出迎えて彼の足元にひれ伏して拝した。するとペテロは彼を引き起こして言った。お立ちなさい。私も同じ人間です。それから共に話しながら部屋に入っていくと、そこにはすでに大勢の人が集まっていた。ペテロは彼らに言った。あなた方が知っている通り、ユダヤ人が他国の人と交際したり、出入りしたりすることは禁じられています。ところが神は、どんな人間をも清くないとか、汚れているとか言ってはならないと、私のお示しになりました。お招きに預かったとき、少しもためらわずに参ったのはそのためなのです。そこで伺いますが、どういうわけで私を招いてくださったのですか。これに対してコルネリオが答えた。4日前、ちょうどこの時刻に、私が自宅で午後3時の祈りをしていますと、突然輝いた衣を着た人が前に立って申しました。コルネリオよ、あなたの祈りは聞き入れられ、あなたの施しは神の御前に覚えられている。そこでヨッパに人を送って、ペテロと呼ばれるシモンを招きなさい。その人は川なめし、シモンの海沿いの家に泊まっている。それで早速あなたをお呼びしたのです。ようこそおいでくださいました。今私たちは、主があなたにお告げになったことを残らず伺おうとして、皆神の御前にまかり出ているのです。そこでペテロは口を開いて言った。神は人を偏り見ない方で、神を敬い、義を行う者は、どの国民でも受け入れてくださることが、本当によくわかってきました。あなた方は、神がすべてのものの主なるイエス・キリストによって、平和の福音を述べ伝えて、イスラエルの子らにお送りくださった御言葉をご存知でしょう。それは、ヨハネがバプテスマを説いた後、ガリラヤから始まって、ユダヤ全土に広まった福音を述べたものです。神はナザレのイエスに聖霊と力とを注がれました。このイエスは神が共におられるので、良い働きをしながら、また悪魔に押さえつけられている人々をことごとく癒しながら巡回されました。私たちはイエスがこうしてユダヤ人の地やエルサレムでなさったすべてのことの証人であります。人々はこのイエスを木にかけて殺したのです。しかし神はイエスを3日目によみがえらせ、全部の人々にではなかったが、私たち証人としてあらかじめ選ばれた者たちに現れるようにしてくださいました。私たちはイエスが死人の中から復活された後、共に飲食しました。それからイエスご自身が聖者と死者との審判者として神に定められた方であることを人々に述べ伝え、また証しするようにと神は私たちにお命じになったのです。預言者たちも皆、イエスを信じる者はことごとく、その名によって罪の許しが受けられると証しをしています。ペテロがこれらの言葉をまだ語り終えないうちに、それを聞いていたみんなの人たちに聖霊が下った。割礼を受けている信者で、ペテロについてきた人たちは、異邦人たちにも聖霊の賜物が注がれたのを見て驚いた。それは彼らが異言を語って神を賛美しているのを聞いたからである。そこでペテロが言い出した。この人たちが私たちと同じように聖霊を受けたからには、彼らに水でバプテスマを授けるのを誰が拒みえようか。こう言ってペテロはその人々に命じて、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けさせた。それから彼らはペテロに願って、なお数日の間滞在してもらった。使徒行伝第11章。さて、異邦人たちも神の言葉を受け入れたということが、使徒たちやユダヤにいる兄弟たちに聞こえてきた。そこでペテロがエルサレムに登ったとき、割礼を重んじる者たちが彼を咎めていった。あなたは割礼のない人たちのところに行って食事を共にしたということだが、そこでペテロは口を開いて、順序正しく説明していった。私がヨッパの町で祈っていると、夢心地になって幻を見た。大きな布のような入れ物が四隅を吊るされて、
天から降りてきて私のところに届いた。注意して見つめていると、地上の四つ足、野の獣、這うもの、空の鳥などが入っていた。それから声がして、ペテロよ、立ってそれらをほふって食べなさい、と私に言うのが聞こえた。私は言った。主よ、それはできません。私は今までに清くないものや、汚れたものを口に入れたことが一度もございません。すると二度目に天から声がかかってきた。神が清めたものを清くないなどと言ってはならない。こんなことが三度もあってから、全部のものがまた天に引き上げられてしまった。ちょうどその時、カイザリアから使わされてきた三人の人が、私たちの泊まっていた家に着いた。御霊が私に、ためらわずに彼らと共に行けと言ったので、ここにいる六人の兄弟たちも私と一緒に出かけて行き、一同がその人の家に入った。すると彼は私たちに、御使いが彼の家に現れて、ヨッパに人をやって、ペテロと呼ばれるシモンを招きなさい。この人は、あなたと、あなたの全家族とが救われる言葉を語ってくださるであろう、と告げた次第を話してくれた。そこで私が語り出したところ、聖霊がちょうど最初私たちの上に下ったと同じように、彼らの上に下った。その時私は、主が、ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は聖霊によってバプテスマを受けるであろう、と仰せになった言葉を思い出した。このように、私たちが主イエス・キリストを信じた時に下さったのと同じ賜物を、神が彼らにもお与えになったとすれば、私のような者が、どうして神を妨げることができようか。人々はこれを聞いて黙ってしまった。それから神を賛美して、それでは神は、異邦人にも命に至る悔い改めをお与えになったのだ、と言った。さて、ステパノのことで起こった迫害のために散らされた人々は、ピニケ、クプロ、アンテオケまでも進んでいったが、ユダヤ人以外の者には、誰にも御言葉を語っていなかった。ところが、その中に数人のクプロ人とクレネ人がいて、アンテオケに行ってからギリシャ人にも呼びかけ、主イエスを述べ伝えていた。そして主の御手が彼らと共にあったため、信じて主に帰依する者の数が多かった。この噂がエルサレムにある教会に伝わってきたので、教会はバルナバをアンテオケに遣わした。彼はそこについて神の恵みを見て喜び、主に対する信仰を揺るがない心で持ち続けるようにとみんなの者を励ました。彼は聖霊と信仰とに満ちた立派な人であったからである。こうして主に加わる人々が大勢になった。そこでバルナバはサウロを探しにタルソへ出かけて行き、彼を見つけた上アンテオケに連れて帰った。二人は丸一年、ともどもに教会で集まりをし、大勢の人々を教えた。このアンテオケで初めて弟子たちがクリスチャンと呼ばれるようになった。その頃、預言者たちがエルサレムからアンテオケに下ってきた。その中の一人であるアガボという者が立って、世界中に大飢饉が起こるだろうと御霊によって予言したところ、果たしてそれがクラウデオ帝の時に起こった。そこで弟子たちはそれぞれの力に応じてユダヤに住んでいる兄弟たちに援助を送ることに決めた。そしてそれをバルナバとサウロとの手に託して長老たちに送り届けた。使徒行伝第十二章。その頃、ヘロデ王は、教会のある者たちに圧迫の手を伸ばし、ヨハネの兄弟、ヤコブを剣で切り殺した。そしてそれがユダヤ人たちの意にかなったのを見て、さらにペテロをも捕らえにかかった。それは叙光祭の時のことであった。ヘロデはペテロを捕らえて獄に投じ、四人一組の兵卒四組に引き渡して見張りをさせておいた。杉越の祭りの後で彼を民衆の前に引き出すつもりであったのである。こうしてペテロは獄に入れられていた。教会では彼のために熱心な祈りが神に捧げられた。ヘロデが彼を引き出そうとしていたその夜、ペテロは二重の鎖につながれ、二人の兵卒の間に置かれて眠っていた。万兵たちは戸口で獄を見張っていた。
すると突然、主の使いがそばに立ち、光が国内を照らした。そして御使いはペテロの脇腹をつついて起こし、早く起き上がりなさいと言った。すると鎖が彼の両手から外れ落ちた。御使いが帯を締め、靴を履きなさいと言ったので、彼はその通りにした。それから上着を着てついてきなさいと言われたので、ペテロはついて出て行った。彼には御使いの仕業が現実のこととは考えられず、ただ幻を見ているように思われた。彼らは第一、第二の詠唱を通り過ぎて、町に抜ける鉄門のところに来ると、それが一人手に開いたので、そこを出て一つの通路に進んだ途端に御使いは彼を離れ去った。その時ペテロは我に返って言った。今初めて本当のことが分かった。主が御使いを使わしてヘロデの手から、またユダヤ人たちの待ち設けていたあらゆる災いから私を救い出してくださったのだ。ペテロはこうと分かってから、マルコと呼ばれているヨハネの母マリアの家に行った。その家には大勢の人が集まって祈っていた。彼が門の戸を叩いたところ、ロダという女中が取り次ぎに出てきたが、ペテロの声だとわかると喜びのあまり門を開けもしないで家に駆け込み、ペテロが門口に立っていると報告した。人々はあなたは気が狂っていると言ったが、彼女は自分の言うことに間違いはないと言い張った。そこで彼らは、それではペテロの見つかりだろうと言った。しかしペテロが門を叩き続けるので、彼らが開けると、そこにペテロがいたのを見て驚いた。ペテロは手を振って彼らを沈め、主が獄から彼を連れ出してくださった次第を説明し、このことをヤコブや他の兄弟たちに伝えてくださいと言い残して、どこか他のところへ出て行った。夜が明けると、兵卒たちの間に、ペテロは一体どうなったのだろうと大変な騒ぎが起こった。ヘロデはペテロを探しても見つからないので、蛮兵たちを取り調べた上、彼らを死刑に処するように命じ、そしてユダヤからカイザリアに下って行って、そこに滞在した。さて、ツロとシドンとの人々は、ヘロデの怒りに触れていたので、一同打ち揃って王を訪れ、王の侍従官、ブラストに取り入って、和解方を依頼した。彼らの地方が、王の国から食料を得ていたからである。定められた日に、ヘロデは王服をまとって王座に座り、彼らに向かって演説をした。集まった人々は、これは神の声だ、人間の声ではない、と叫び続けた。するとたちまち、主の使いが彼を撃った。神に栄光を期することをしなかったからである。彼は虫に噛まれて、息が絶えてしまった。こうして主の言葉はますます盛んに広まっていった。バルナバとサウロとはその任務を果たした後、マルコと呼ばれていたヨハネを連れてエルサレムから帰ってきた。使徒行伝第13章。さてアンテオ家にある教会にはバルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、クレネビト、ルキオ、領主ヘロデの地兄弟マナエン、およびサウロなどの預言者や教師がいた。一同が主に礼拝を捧げ、断食をしていると、聖霊が、さあ、バルナバとサウロとを、私のために聖別して、彼らに授けておいた仕事に当たらせなさい、と告げた。そこで一同は、断食と祈りとをして、手を二人の上に置いた後、出発させた。二人は聖霊に送り出されて、セルキアに下り、そこから船でクプロに渡った。そしてサラミスに着くと、ユダヤ人の諸会堂で神の言葉を述べ始めた。彼らはヨハネを助け手として連れていた。島全体を巡回してパポスまで行ったところ、そこでユダヤ人の魔術師、バルイエスという偽預言者に出会った。彼は地方総督、セルギオ・パウロのところに出入りをしていた。この総督は賢明な人であって、バルナバとサウロとを招いて神の言葉を聞こうとした。ところが魔術師エルマ、彼の名は魔術師とのい、は総督を信仰からそらそうとして、しきりに二人の邪魔をした。
サウロ、またの名はパウロ、は聖霊に満たされ、彼を睨みつけていった。ああ、あらゆる偽りと邪悪とで固まっている悪魔の子よ。すべて正しいものの敵よ。主のまっすぐな道を曲げることをやめないのか。見よ、主の御手がお前の上に及んでいる。お前は盲目になって、当分日の光が見えなくなるのだ。たちまち霞と闇とが彼にかかったため、彼は手探りしながら手を引いてくれる人を探し回った。総督はこの出来事を見て、主の教えにすっかり驚き、そして信じた。パウロとその一行は、パポスから船出してパンフリアのペルガに渡った。ここでヨハネは一行から身を引いてエルサレムに帰ってしまった。しかし二人はペルガからさらに進んでピシレアのアンテオ家に行き、安息日に街道に入って席に着いた。立法と預言書の朗読があった後、街道司たちが彼らのところに人を使わして、兄弟たちよ、もしあなた方のうち、どなたかこの人々に何か奨励の言葉がありましたら、どうぞお話しくださいと言わせた。そこでパウロが立ち上がり、手を振りながら言った。イスラエルの人たち、並びに神を敬う方々よ、お聞きください。この民イスラエルの神は、私たちの先祖を選び、エジプトの地に滞在中、この民を大いなるものとし、身腕を高く差し上げて、彼らをその地から導き出された。そして約40年にわたって、荒野で彼らを育み、カナンの地では7つの異民族を打ち滅ぼし、その地を彼らに譲り与えられた。それらのことが約450年の年月にわたった。その後、神は裁き人たちをお使わしになり、預言者サムエルの時に及んだ。その時、人々が王を要求したので、神はベニヤ民族の人、キスの子サウロを40年間彼らにお使わしになった。それから神はサウロを退け、ダビデを立てて王とされたが、彼について証しをして、私はエッサイの子ダビデを見つけた。彼は私の心にかなった人で、私の思うところをことごとく実行してくれるであろう、と言われた。神は約束に従って、このダビデの子孫の中から救い主イエスをイスラエルに送られたが、その来られる前に、ヨハネがイスラエルのすべての民に、悔い改めのバプテスマをあらかじめ述べ伝えていた。ヨハネはその一生の工程を終わろうとするにあたって言った。私はあなた方が考えているようなものではない。しかし私の後から来る方がいる。私はその靴を脱がせてあげる値打ちもない。兄弟たち、アブラハムの子孫の方々、並びに皆さんの中の神を敬う人たちよ。この救いの言葉は、私たちに送られたのである。エルサレムに住む人々やその指導者たちは、イエスを認めずに刑に処し、それによって安息日ごとに読む預言者の言葉が成就した。また、何ら死にあたる理由が見出せなかったのに、ピラトに強要してイエスを殺してしまった。そしてイエスについて書いてあることを皆成し遂げてから、人々はイエスを木から取り下ろして墓に葬った。しかし神はイエスを死人の中から蘇らせたのである。イエスはガリラヤからエルサレムへ一緒に登った人たちに幾日もの間現れ、そして彼らは今や人々に対してイエスの証人となっている。私たちは神が先祖たちに対してなされた約束をここに述べ伝えているのである。神はイエスを蘇らせて私たち子孫にこの約束をお果たしになった。それは詩編の第二編にも、あなたこそは私の子、今日私があなたを産んだ、と書いてある通りである。また神がイエスを死人の中から蘇らせて、いつまでも朽ち果てることのないものとされたことについては、私はダビデに約束した確かな聖なる祝福をあなた方に授けようと言われた。だから他の箇所でもこう言っておられる。あなたの聖者が朽ち果てるようなことは、お許しにならないであろう。事実、ダビデはその時代の人々に神の御旨に従って仕えたが、やがて眠りにつき、先祖たちの中に加えられて、ついに朽ち果ててしまった。しかし、神が蘇らせた方は、
朽ち果てることがなかったのである。だから兄弟たちよ、このことを承知しておくがよい。すなわちこのイエスによる罪の許しの福音が今やあなた方に述べ伝えられている。そしてモーセの律法では義とされることができなかったすべてのことについても、信じる者は漏れなくイエスによって義とされるのである。だから預言者たちの書に書いてある次のようなことがあなた方の身に起こらないように気をつけなさい。見よ、侮る者たちよ、驚け、そして滅びされ、私はあなた方の時代に一つのことをする。それは人がどんなに説明して聞かせても、あなた方の到底信じないようなことなのである。二人が街道を出るとき、人々は次の安息日にもこれと同じ話をしてくれるようにとしきりに願った。そして集会が終わってからも、大勢のユダヤ人や信心深い回収者たちが、パウロとバルナバとについてきたので、二人は彼らが引き続き神の恵みにとどまっているようにと説き進めた。次の安息日には、ほとんど全種を挙げて神の言葉を聞きに集まってきた。するとユダヤ人たちはその群衆を見て妬ましく思い、パウロの語ることに口汚しく反対した。パウロとバルナバとは大胆に語った。神の言葉は、まずあなた方に語り伝えられなければならなかった。しかしあなた方はそれを退け、自分自身を永遠の命にふさわしからぬものにしてしまったから。さあ、私たちはこれから方向を変えて、異邦人たちの方に行くのだ。主は私たちにこう命じておられる。私はあなたを立てて異邦人の光とした。あなたが地の果てまでも救いをもたらすためである。異邦人たちはこれを聞いて喜び、主の御言葉を褒めたたえてやまなかった。そして永遠の命に預かるように定められていた者は皆信じた。こうして主の御言葉はこの地方全体に広まっていった。ところがユダヤ人たちは、信心深い貴婦人たちや町の有力者たちを先導して、パウロとバルナバを迫害させ、二人をその地方から追い出させた。二人は彼らに向けて足の塵を払い落として、イコニオムへ行った。弟子たちはますます喜びと聖霊とに満たされていた。使徒行伝第十四章。二人はイコニオムでも同じようにユダヤ人の街道に入って語った結果、ユダヤ人やギリシャ人が大勢信じた。ところが信じなかったユダヤ人たちは異邦人たちをそそのかして兄弟たちに対して悪意を抱かせた。それにもかかわらず、二人は長い期間をそこで過ごして、大胆に主のことを語った。主は彼らの手によって、印と奇跡とを行わせ、その恵みの言葉を明かしされた。そこで町の人々が、二派に分かれ、ある人たちはユダヤ人の側につき、ある人たちは使徒の側についた。その時、異邦人やユダヤ人が役人たちと一緒になって、反対運動を起こし、人たちを恥ずかしめ、石で打とうとしたので、二人はそれと気づいて、ルカオニアの町々、ルステラ、デルベ、およびその付近の地へ逃れ、そこで引き続き福音を伝えた。ところが、ルステラに足の利かない人が座っていた。彼は生まれながらの足苗で、歩いた経験が全くなかった。この人がパウロの語るのを聞いていたが、パウロは彼をじっと見て、癒されるほどの信仰が彼にあるのを認め、大声で、自分の足でまっすぐに立ちなさい、と言った。すると彼は踊り上がって歩き出した。群衆はパウロのしたことを見て、声を張り上げ、ルカオニアの地方語で、神々が人間の姿をとって、私たちのところにお下りになったのだ、と叫んだ。彼らはバルナバをゼウスと呼び、パウロは主に語る人なので、彼をヘルメスと呼んだ。そして郊外にあるゼウス神殿の祭司が群衆と共に二人に犠牲を捧げようと思って大石数頭と花輪とを門前に持ってきた。二人の使徒バルナバとパウロとはこれを聞いて自分の上着を引き裂き群衆の中に飛び込んでいき叫んでいった。皆さんなぜこんなことをするのか。私たちとてもあなた方と同じような人間である。
そしてあなた方がこのような具にもつかぬものを捨てて、天と地と海とその中のすべてのものをお作りになった生ける神に立ち返るようにと福音を説いているものである。神は過ぎ去った時代にはすべての国々の人がそれぞれの道に行くままにしておかれたが、それでもご自分のことを明かししないでおられたわけではない。すなわちあなた方のために天から雨を降らせ、実りの季節を与え、食物と喜びとであなた方の心を満たすなど、いろいろの恵みをお与えになっているのである。こう言って二人はやっとのことで群衆が自分たちに犠牲を捧げるのを思い止まらせた。ところがあるユダヤ人たちはアンテオケやイコニオムから押しかけてきて、群衆を仲間に引き入れた上、パウロを石で打ち死んでしまったと思って彼を町の外に引きずり出した。しかし弟子たちがパウロを取り囲んでいる間に、彼は起き上がって町に入っていった。そして翌日にはバルナバと一緒にデルベに向かって出かけた。その町で福音を伝えて大勢の人を弟子とした後、ルステラ、イコニオム、アンテオケの町々に帰っていき、弟子たちを力づけ信仰を持ち続けるようにと奨励し、私たちが神の国に入るのには多くの苦難を経なければならないと語った。また教会ごとに彼らのために長老たちを任命し、断食をして祈り、彼らをその信じている主に委ねた。それから二人はピシデアを通過してパンフリアに来たが、ペルガで御言葉を語った後、アタリアに下り、そこから船でアンテオケに帰った。彼らが今成し終わった働きのために、神の祝福を受けて送り出されたのは、このアンテオケからであった。彼らは到着早々、教会の人々を呼び集めて、神が彼らと共にいてしてくださった数々のこと、また信仰の門を異邦人に開いてくださったことなどを報告した。そして二人はしばらくの間、弟子たちと一緒に過ごした。使徒行伝、第十五章。さて、ある人たちが、ユダヤから下ってきて、兄弟たちに、あなた方も、モーセの慣例に従って、割礼を受けなければ救われない、と説いていた。そこで、パウロやバルナバと彼らとの間に、少なからぬ、紛糾と論争とが生じたので、パウロ、バルナバ、その他数人の者がエルサレムに上り、人たちや長老たちとこの問題について協議することになった。彼らは教会の人々に見送られ、ピニケ、サマリアを通って、道すがら異邦人たちの改宗の模様を詳しく説明し、すべての兄弟たちを大いに喜ばせた。エルサレムに着くと、彼らは教会の人たち、長老たちに迎えられて、神が彼らと共にいてなされたことをことごとく報告した。ところがパリサイ派から信仰に入ってきた人たちが立って、異邦人にも割礼を施し、またモーセの律法を守らせるべきであると主張した。そこで使徒たちや長老たちがこの問題について審議するために集まった。激しい論争があった後、ペテロが立って言った。兄弟たちよ、ご承知の通り、異邦人が私の口から福音の言葉を聞いて信じるようにと、神は初めの頃に諸君の中から私をお選びになったのである。そして人の心をご存知である神は、聖霊を我々に賜ったと同様に彼らにも賜って、彼らに対して証をなし、またその信仰によって彼らの心を清め、我々と彼らとの間に何の分け隔てもなさらなかった。しかるに諸君はなぜ、今我々の先祖も我々自身も追い切れなかった首輝を、あの弟子たちの首にかけて神を試みるのか。確かに主イエスの恵みによって我々は救われるのだと信じるが、彼らとても同様である。すると全会衆は黙ってしまった。それからバルナバとパウロとが、彼らを通して異邦人の間に神が行われた数々の印と奇跡のことを説明するのを聞いた。二人が語り終えた後、ヤコブはそれに応じて述べた。兄弟たちよ、私の意見を聞いていただきたい。神がはじめに異邦人たちを顧みて、その中から皆を追う民を選び出された次第は、
シメオンがすでに説明した。預言者たちの言葉もそれと一致している。すなわちこう書いてある。その後私は帰ってきて、倒れたダビデの幕屋を建て替え、崩れた箇所を修理し、それを建て直そう。残っている人々も、私の名を唱えているすべての異邦人も、主を尋ね求めるようになるためである。世の初めからこれらのことを知らせておられる主が、こう仰せになった。そこで私の意見では、異邦人の中から神に帰依している人たちに、煩いをかけてはいけない。ただ、偶像に備えて汚れた者と、不貧困と締め殺した者と、血とを避けるようにと彼らに書き送ることにしたい。古い時代からどの町にも、モーセの律法を述べ伝える者がいて、安息日ごとにそれを諸会堂で朗読する習わしであるから。そこで人たちや長老たちは、全教会と協議した末、お互いの中から人々を選んで、パウロやバルナバと共に、アンテオ家に派遣することに決めた。選ばれたのは、バルサバというユダとシラストであったが、いずれも兄弟たちの間で重んじられていた人たちであった。この人たちに託された書面はこうである。あなた方の兄弟である、使徒及び長老たちから、アンテオ家、シリア、キリキアにいる異邦人の兄弟方に挨拶を送る。こちらから言ったある者たちが、私たちからの指示もないのに、いろいろなことを言ってあなた方を騒がせ、あなた方の心を乱したと伝え聞いた。そこで私たちは人々を選んで、愛するバルナバ及びパウロと共に、あなた方のもとに派遣することに、祝儀一決した。この二人は、我らの主イエス・キリストの名のために、その命を投げ出した人々であるが、彼らと共に、ユダとシラストを派遣する次第である。この人たちはあなた方に同じ趣旨のことを口頭でも伝えるであろう。すなわち聖霊と私たちとは、次の必要事項のほかは、どんな負担をもあなた方に負わせないことに決めた。それは偶像に備えたものと、血と締め殺したものと、不貧困とを避けるということである。これらのものから遠ざかっておればそれでよろしい。以上。さて一行は人々に見送られてアンテオ家に下っていき、回収を集めてその書面を手渡した。人々はそれを読んでその勧めの言葉を喜んだ。ユダとシラストは共に預言者であったので、多くの言葉を持って兄弟たちを励まし、また力づけた。二人はしばらくの時をそこで過ごした後、兄弟たちから旅の平安を祈られて、見送りを受け、自分らを派遣した人々のところに帰っていった。しかし、シラスだけは引き続き留まることにした。パウロとバルナバとは、アンテオ家に滞在を続けて、他の多くの人たちと共に、主の言葉を教え、かつ述べ伝えた。幾日かの後、パウロはバルナバに言った。さあ、前に主の言葉を伝えたすべての町々にいる兄弟たちを、また訪問してみんながどうしているかを見てこようではないか。そこでバルナバはマルコというヨハネも一緒に連れて行くつもりでいた。しかしパウロは前にパンフリアで一行から離れて働きを共にしなかったようなものは連れて行かないがよいと考えた。こうして激論が起こり、その結果二人は互いに別れ別れになり、バルナバはマルコを連れてクプロに渡って行き、パウロはシラスを選び、兄弟たちから主の恵みに委ねられて出発した。そしてパウロはシリア、キリキアの地方を通って諸教会を力づけた。使徒行伝第16章。それから彼はデルベに行き、次にルステラに行った。そこにテモテという名の弟子がいた。信者のユダヤ夫人を母とし、ギリシャ人を父としており、ルステラとイコニオムの兄弟たちの間で評判の良い人物であった。パウロはこのテモテを連れて行きたかったので、その地方にいるユダヤ人の手前、まず彼に割礼を受けさせた。彼の父がギリシャ人であることはみんな知っていたからである。それから彼らは通る町々で、
エルサレムの人たちや長老たちの取り決めた事項を守るようにと人々にそれを渡した。こうして諸教会はその信仰を強められ、日ごとに数を増していった。それから彼らはアジアで御言葉を語ることを聖霊に禁じられたので、フルギア・ガラテア地方を通っていった。そしてムシアのあたりに来てからビタニアに進んで行こうとしたところ、イエスの御霊がこれを許さなかった。それでムシアを通過してトロアスに下っていった。ここで夜、パウロは一つの幻を見た。一人のマケドニア人が立って、マケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと彼に懇願するのであった。パウロがこの幻を見たとき、これは彼らに福音を伝えるために、神が私たちをお招きになったのだと確信して、私たちは直ちにマケドニアに渡っていくことにした。そこで私たちはトロアスから船出して、サモトラケに直行し、翌日ネアポリスに着いた。そこからピリピへ行った。これはマケドニアのこの地方第一の町で植民都市であった。私たちはこの町に数日間滞在した。ある安息日に私たちは町の門を出て、祈り場があると思って川の方に行った。そしてそこに座り集まってきた婦人たちに話をした。ところがテアテラ市の紫布の商人で、神を敬うルデアという婦人が聞いていた。主は彼女の心を開いて、パウロの語ることに耳を傾けさせた。そしてこの婦人もその家族も共にバプテスマを受けたが、その時彼女は、もし私を主を信じる者とお思いでしたら、どうぞ私の家に来て泊まってくださいと懇望し、強いて私たちを連れて行った。ある時私たちが祈り場に行く途中、占いの霊に疲れた女奴隷に出会った。彼女は占いをして、その主人たちに多くの利益を得させていたものである。この女がパウロや私たちの後を追ってきては、この人たちは意図高き神のしもべたちで、あなた方に救いの道を伝えている方だ、と叫び出すのであった。そしてそんなことを幾日間も続けていた。パウロは困り果てて、その霊に向かって、イエス・キリストの名によって命じる。その女から出て行け、と言った。すると、その瞬間に、霊が女から出て行った。彼女の主人たちは、自分らの利益を得る望みが絶えたのを見て、パウロとシラスとを捕らえ、役人に引き渡すため、広場に引きずって行った。それから二人を長官たちの前に引き出して訴えた。この人たちはユダヤ人でありまして、私たちの町をかき乱し、私たちローマ人が、採用も実行もしてはならない風習を宣伝しているのです。群衆も一斉に立って二人を責め立てたので、長官たちは二人の上着を剥ぎ取り、鞭で打つことを命じた。それで二人に何度も鞭を加えさせた後、獄に入れ、獄裡にしっかり番をするようにと命じた。獄裡はこの厳命を受けたので、二人を奥の獄屋に入れ、その足に足かせをしっかりとかけておいた。真夜中ごろ、パウロとシラスとは神に祈り、賛美を歌い続けたが、囚人たちは耳を澄まして聞き入っていた。ところが突然、大地震が起こって、獄の土台が揺れ動き、戸は全部たちまち開いて、みんなのものの鎖が溶けてしまった。獄裡は目を覚まし、獄の戸が開いてしまっているのを見て、囚人たちが逃げ出したものと思い、剣を抜いて自殺しかけた。そこでパウロは大声を上げて言った。自害してはいけない。我々は皆一人残らずここにいる。すると獄裡は明かりを手に入れた上、獄に駆け込んできて、おののきながらパウロとシラスの前にひれ伏した。それから二人を外に連れ出して言った。先生方、私は救われるために何をすべきでしょうか。二人が言った、主イエスを信じなさい。そうしたらあなたもあなたの家族も救われます。それから彼とその家族一同とに神の言葉を語って聞かせた。彼は真夜中にもかかわらず、二人を引き取ってそのうち傷を洗ってやった。
そしてその場で自分も家族も一人残らずバプテスマを受け、さらに二人を自分の家に案内して食事のもてなしをし、神を信じる者となったことを全家族と共に心から喜んだ。夜が明けると長官たちは経理らを遣わして、あの人たちを釈放せよと言わせた。そこで獄吏はこの言葉をパウロに伝えていった。長官たちがあなた方を釈放させるようにと使いをよこしました。さあ出てきて無事にお帰りなさい。ところがパウロは経理らに言った。彼らはローマ人である我々を裁判にもかけずに、公衆の前で鞭打った挙句獄に入れてしまった。しかるに今になって密かに我々を出そうとするのか。それはいけない。彼ら自身がここに来て我々を連れ出すべきである。経理らはこの言葉を長官たちに報告した。すると長官たちは二人がローマ人だと聞いて恐れ、自分でやってきて詫びた上、二人を獄から連れ出し、町から立ち去るようにと頼んだ。二人は獄を出て、ルデアの家に行った。そして兄弟たちに会って勧めをなし、それから出かけた。使徒行伝第17章。一行はアムピポリスとアポロニア等を通ってテサロニケに行った。ここにはユダヤ人の街道があった。パウロは霊によってその街道に入って行って、三つの安息日にわたり、聖書に基づいて彼らと論じ、キリストは必ず苦難を受け、そして死人の中から蘇るべきこと、また私があなた方に伝えているこのキリストこそは、キリストである、とのことを説明もし、論証もした。ある人たちは納得がいって、パウロとシラスに従った。その中には、信心深いギリシャ人が多数あり、貴婦人たちも少なくなかった。ところがユダヤ人たちはそれを妬んで、町をぶらついているならず者らを集めて暴動を起こし、町を騒がせた。それからヤソンの家を襲い、二人を民衆の前に引っ張り出そうとしきりに探した。しかし二人が見つからないので、ヤソンと兄弟たち数人を市の当局者のところに引きずっていき、叫んでいった。天下をかき回してきたこの人たちが、ここにも入り込んでいます。その人たちをヤソンが自分の家に迎え入れました。この連中は皆カイザルの詔勅に背いて行動し、イエスという別の王がいるなどと言っています。これを聞いて群衆と市の当局者は不安に感じた。そしてヤソンや他の者たちから保証金を取った上彼らを釈放した。そこで兄弟たちは直ちにパウロとシラスとを夜の間にベレアへ送り出した。二人はベレアに到着すると、ユダヤ人の街道に行った。ここにいるユダヤ人はテサロニケの者たちよりも素直であって、心から教えを受け入れ、果たしてその通りかどうかを知ろうとして、日々聖書を調べていた。そういうわけで彼らのうちの多くの者が信者になった。またギリシャの貴婦人や、男子で信じた者も少なくなかった。テサロニケのユダヤ人たちは、パウロがベレアでも神の言葉を伝えていることを知り、そこにも押しかけてきて、群衆を先導して騒がせた。そこで兄弟たちは、直ちにパウロを送り出して、海辺まで行かせ、シラスとテモテとはベレアに居残った。パウロを案内した人たちは、彼をアテネまで連れて行き、テモテとシラストになるべく早く来るようにとのパウロの伝言を受けて帰った。さてパウロはアテネで彼らを待っている間に、市内に偶像がおびただしくあるのを見て、心に憤りを感じた。そこで彼は街道ではユダヤ人や信心深い人たちと論じ、広場では毎日そこで出会う人々を相手に論じた。またエピクロス派やストア派の哲学者数人も、パウロと議論を戦わせていたが、その中のある者たちが言った。このおしゃべりは一体何を言おうとしているのか。また他の者たちは、あれは異国の神々を伝えようとしているらしいと言った。パウロがイエスと復活とを述べ伝えていたからであった。そこで彼らはパウロを、
アレオパゴスの評議所に連れて行って、君の語っている新しい教えがどんなものか知らせてもらえまいか。君がなんだか珍しいことを我々に聞かせているので、それが何のことなのか知りたいと思うのだ、と言った。一体アテネ人も、そこに滞在している外国人も皆、何か耳新しいことを話したり、聞いたりすることのみに時を過ごしていたのである。そこでパウロはアレオパゴスの評議所の真ん中に立って言った。アテネの人たちよ、あなた方はあらゆる点においてすごぶる宗教心に富んでおられると私は見ている。実は私が道を通りながら、あなた方の拝むいろいろなものをよく見ているうちに、知られない神にと刻まれた祭壇もあるのに気がついた。そこであなた方が知らずに拝んでいるものを今知らせてあげよう。この世界とその中にある万物とを作った神は天地の主であるのだから、手で作った宮などにはお住みにならない。また何か不足でもしておられるかのように、人の手によって使えられる必要もない。神はすべての人々に命と息と万物とを与え、また一人の人からあらゆる民族を作り出して、地の全面に住まませ、それぞれに時代を区分し、国土の境界を定めてくださったのである。こうして人々が熱心に追い求めて探しさえすれば、神を見出せるようにしてくださった。事実、神は我々一人一人から遠く離れておいでになるのではない。我々は神のうちに生き、動き、存在しているからである。あなた方のある詩人たちも言ったように、我々も確かにその子孫である。このように、我々は神の子孫なのであるから、神たるものを人間の技巧や空想で、金や銀や石などに掘り付けたものと同じとみなすべきではない。神はこのような無知の時代をこれまでは見過ごしにされていたが、今はどこにおる人でも、皆悔い改めなければならないことを命じておられる。神は義をもってこの世界を裁くため、その日を定め、お選びになった方によってそれを成し遂げようとされている。すなわちこの方を死人の中から蘇らせ、その確証をすべての人に示されたのである。死人の蘇りのことを聞くと、ある者たちは嘲笑い、またある者たちは、このことについてはいずれまた聞くことにすると言った。こうしてパウロは彼らの中から出て行った。しかし彼に従って信じた者も幾人かあった。その中にはアレオパゴスの裁判人、デオヌシオとダマリスという女、またその他の人々もいた。使徒行伝第18章。その後パウロはアテネを去ってコリントへ行った。そこでアクラというポント生まれのユダヤ人とその妻プリスキラとに出会った。クラウデオ帝がすべてのユダヤ人をローマから退去させるようにと命令したため、彼らは近頃イタリアから出てきたのである。パウロは彼らのところに行ったが、互いに同業であったので、その家に住み込んで一緒に仕事をした。天幕作りがその職業であった。パウロは安息日ごとに街道で論じては、ユダヤ人やギリシャ人の説得に努めた。シラスとテモテがマケドニアから下ってきてからは、パウロは御言葉を伝えることに専念し、イエスがキリストであることをユダヤ人たちに力強く証しした。しかし彼らがこれに反抗して罵り続けたので、パウロは自分の上着を振り払って彼らに言った。あなた方の血はあなた方自身に帰れ。私には責任がない。今から私は異邦人の方に行く。こう言って彼はそこを去り、テテオユストという神を敬う人の家に行った。その家は街道と隣り合っていた。街道塚さクリスポは、その家族一同と共に主を信じた。また多くのコリント人もパウロの話を聞いて信じ、続々とバプテスマを受けた。するとある夜、幻のうちに主がパウロに言われた。恐れるな、語り続けよ。黙っているな。あなたには私がついている。誰もあなたを襲って危害を加えるようなことはない。この町には私の民が大勢いる。
パウロは1年6ヶ月の間、ここに腰を据えて神の言葉を彼らの間に教え続けた。ところがガリオがアカヤの総督であった時、ユダヤ人たちは一緒になってパウロを襲い、彼を法廷に引っ張って行って訴えた。この人は律法に背いて神を拝むように人々をそそのかしています。パウロが口を開こうとすると、ガリオはユダヤ人たちに言った。ユダヤ人諸君、何か不法行為とか悪質の犯罪とかのことなら、私は当然諸君の訴えを取り上げもしようが、これは諸君の言葉や名称や律法に関する問題なのだから、諸君自ら始末するがよかろう。私はそんなことの裁判人にはなりたくない。こう言って彼らを法廷から追い払った。そこでみんなの者は街道塚さソステネを引き捕らえ、法廷の前で打ち叩いた。ガリオはそれに対してそ知らぬ顔をしていた。さてパウロはなお幾日もの間滞在した後、兄弟たちに別れを告げてシリアへ向け出版した。プリスキラとアクラも同行した。パウロはかねてからある誓願を立てていたので、ケンクレアで頭を剃った。一行がエペソに着くと、パウロは二人をそこに残しておき、自分だけ街道に入ってユダヤ人たちと論じた。人々はパウロにもっと長い間滞在するようにと願ったが、彼は聞き入れないで、神の御心なら、またあなた方のところに帰ってこようと言って別れを告げ、エペソから船出した。それからカイザリアで上陸してエルサレムに登り、教会に挨拶してからアンテオケに下って行った。そこにしばらくいてから彼はまた出かけ、ガリラヤ及びフルギアの地方を歴訪して、すべての弟子たちを力づけた。さてアレキサンデリア生まれで、聖書に精通し、しかも雄弁なアポロというユダヤ人がエペソに来た。この人は主の道に通じており、また霊に燃えてイエスのことを詳しく語ったり教えたりしていたが、ただヨハネのバプテスマしか知っていなかった。彼は街道で大胆に語り始めた。それをプリスキラとアクラトが聞いて彼を招き入れ、さらに詳しく神の道を説き聞かせた。それからアポロがアカヤに渡りたいと思っていたので、兄弟たちは彼を励まし、先方の弟子たちに彼をよく迎えるようにと手紙を書き送った。彼は到着して、すでに恵みによって信者になっていた人たちに大いに力になった。彼はイエスがキリストであることを聖書に基づいて示し、公然とユダヤ人たちを激しい誤調で論破したからである。使徒行伝第19章。アポロがコリントにいたとき、パウロは奥地を通ってエフェソに来た。そしてある弟子たちに出会って、彼らに、あなた方は信仰に入ったときに、聖霊を受けたのかと尋ねたところ、いいえ、聖霊なるものがあることさえ聞いたことがありません、と答えた。では、誰の名によってバプテスマを受けたのかと彼が聞くと、彼らはヨハネの名によるバプテスマを受けましたと答えた。そこでパウロが言った。ヨハネは悔い改めのバプテスマを授けたが、それによって自分の後に来る方、すなわちイエスを信じるように人々に勧めたのである。人々はこれを聞いて、主イエスの名によるバプテスマを受けた。そしてパウロが彼らの上に手を置くと、聖霊が彼らに下り、それから彼らは異言を語ったり、予言をしたりしだした。その人たちは皆で12人ほどであった。それからパウロは街道に入って3ヶ月の間大胆に神の国について論じ、また勧めをした。ところがある人たちは心を堅くなにして信じようとせず、改宗の前でこの道を足ざまに行ったので、彼は弟子たちを引き連れてその人たちから離れ、スラノの行動で毎日論じた。それが2年間も続いたので、アジアに住んでいる者は、ユダヤ人もギリシャ人も皆、主の言葉を聞いた。神はパウロの手によって、異常な力ある技を次々になされた。例えば人々が、彼の身につけている手拭いや前掛けを取って病人に当てると、
その病気が除かれ、悪霊が出ていくのであった。そこでユダヤ人のまじない師で、遍歴している者たちが、悪霊に疲れている者に向かって、主イエスの名を唱え、パウロの述べ伝えているイエスによって命じる、出て行けと試しに言ってみた。ユダヤ人の祭司長、スケワという者の7人の息子たちもそんなことをしていた。すると悪霊がこれに対して言った。イエスなら自分は知っている。パウロもわかっている。だがお前たちは一体何者だ。そして悪霊に疲れている人が彼らに飛びかかり、みんなを押さえつけて任したので、彼らは傷を負ったまま裸になってその家を逃げ出した。このことがエペソに住むすべてのユダヤ人やギリシャ人に知れ渡って、みんな恐怖に襲われ、そして主イエスの名が崇められた。また信者になった者が大勢来て、自分の行為を打ち明けて告白した。それから魔術を行っていた多くの者が、魔術の本を持ち出してきては、みんなの前で焼き捨てた。その値段を総計したところ、銀5万にも上ることが分かった。このようにして、主の言葉は、ますます盛んに広まり、また力を増し加えていった。これらのことがあった後、パウロは御霊に感じて、マケドニア、アカヤを通って、エルサレムへ行く決心をした。そして言った、私はそこに行った後、ぜひローマをも見なければならない。そこで自分に仕えている者の中から、テモテとエラストとの二人を、まずマケドニアに送り出し、パウロ自身は、なおしばらくアジアに留まった。その頃、この道について、容易ならぬ騒動が起こった。その行き先はこうである。デメテリオという銀細工人が、銀でアルテミス神殿の模型を作って、職人たちに少なからぬ利益を得させていた。この男が、その職人たちや、同類の仕事をしていた者たちを集めていった。諸君、我々がこの仕事で金儲けをしていることはご承知の通りだ。しかるに諸君の見聞きしているように、あのパウロが手で作られたものは神様ではないなどと言って、エペソばかりかほとんどアジア全体にわたって大勢の人々を説きつけて謝らせた。これではお互いの仕事に悪評が立つ恐れがあるばかりか、大女神アルテミスの宮も軽んじられ、ひいては全アジア、いや、全世界が拝んでいるこの大女神のご意向さえも消えてしまいそうである。これを聞くと人々は怒りに燃え、大声で、大いなるかな、エペソ人のアルテミスと叫び続けた。そして町中が大混乱に陥り、人々はパウロの道連れであるマケドニア人ガイオとアリスタルコとを捕らえて、一斉に劇場へなだれ込んだ。パウロは群衆の中に入っていこうとしたが、弟子たちがそれをさせなかった。アジア州の議員で、パウロの友人であった人たちも、彼に使いをよこして、劇場に入っていかないようにとしきりに頼んだ。中では集会が混乱に陥ってしまって、ある者はこのことを、他の者はあのことを怒鳴り続けていたので、大多数の者は何のために集まったのかもわからないでいた。そこでユダヤ人たちが、前に押し出したアレキサンデルなる者を群衆の中のある人たちが促したため、彼は手を振って人々に弁明を試みようとした。ところが彼がユダヤ人だとわかると、みんなの者が一斉に、大いなるかな、エペソ人のアルテミス、と2時間ばかりも叫び続けた。ついに死の書記役が群衆を押し沈めていった。エペソの諸君、エペソ氏が大女神アルテミスと、天下ったご神体との守護役であることを知らない者が一人でもいるだろうか。これは否定のできない事実であるから、諸君はよろしく静かにしているべきで、乱暴な行動は一切してはならない。諸君はこの人たちをここに引っ張ってきたが、彼らは宮を荒らす者でも、我々の女神をそしる者でもない。だからもし、デメテリオなり、その職人仲間なりが、誰かに対して訴え事があるなら、裁判の日はあるし、総督もいるのだから、それぞれ訴え出るがよい。しかし、何かもっと要求したいことがあれば、それは正式の議会で解決してもらうべきだ。今日の事件については、この騒ぎを弁護できるような理由が全くないのだから、
我々は治安を乱す罪に問われる恐れがある。こう言って彼はこの集会を解散させた。使徒行伝第20章。騒ぎが止んだ後、パウロは弟子たちを呼び集めて激励を与えた上、別れの挨拶を述べ、マケドニアへ向かって出発した。そしてその地方を通り、多くの言葉で人々を励ました後、ギリシャに来た。彼はここで3ヶ月を過ごした。それからシリアへ向かって船出しようとしていた矢先、彼に対するユダヤ人の陰謀が起こったので、マケドニアを経由して帰ることに決した。プロの子であるベレア人ソパテロ、テソロニケ人アリスタルコとセクンド、デルベ人ガイオ、それからテモテ、またアジア人テキコとトロピモがパウロの同行者であった。この人たちは先発してトロアスで私たちを待っていた。私たちは諸公祭が終わった後、ピリピから出発し、5日かかってトロアスに到着して彼らと落ち合い、そこに7日間滞在した。週の初めの日に、私たちがパンを割くために集まった時、パウロは翌日出発することにしていたので、しきりに人々と語り合い、夜中まで語り続けた。私たちが集まっていた屋上の間には、明かりがたくさん灯してあった。ユテコという若者が窓に腰をかけていたところ、パウロの話が長々と続くので、ひどく眠気がさしてきて、とうとうぐっすり寝入ってしまい、3階から下に落ちた。抱き起こしてみたら、もう死んでいた。そこでパウロは降りてきて、若者の上に身をかがめ、彼を抱き上げ、騒ぐことはない、まだ命がある、と言った。そしてまた上がって行って、パンを裂いて食べてから、明け方まで長い間人々と語り合って、ついに出発した。人々は生き返った若者を連れ帰り、一方ならず慰められた。さて、私たちは先に船に乗り込み、アソスへ向かって出発した。そこからパウロを船に乗せていくことにしていた。彼だけは陸路を取ることに決めていたからである。パウロがアソスで私たちと落ち合ったとき、私たちは彼を船に乗せてミテレネに行った。そこから出発して翌日キオスの沖合にいたり、次の日にサモスにより、その翌日ミレトに着いた。それはパウロがアジアで時間を取られないため、エペソには寄らないで続行することに決めていたからである。彼はできればペンテコステの日にはエルサレムに着いていたかったので、旅を急いだわけである。そこでパウロはミレトからエペソに使いをやって、教会の長老たちを呼び寄せた。そして彼のところに寄り集まってきたとき、彼らに言った。私がアジアの地に足を踏み入れた最初の日以来、いつもあなた方とどんな風に過ごしてきたかよくご存知である。すなわち謙遜の限りを尽くし、涙を流し、ユダヤ人の陰謀によって私の身に及んだ数々の試練の中にあって主に仕えてきた。またあなた方の益になることは公衆の前でも、また家々でも、すべて余すところなく話して聞かせ、また教え、ユダヤ人にもギリシャ人にも、神に対する悔い改めと、私たちの主イエスに対する信仰等を強く進めてきたのである。今や私は御霊に迫られてエルサレムへ行く。あの都でどんなことが私の身に降りかかってくるか、私にはわからない。ただ聖霊が至るところの町々で私にはっきり告げているのは、投獄と観難とが私を待ち受けているということだ。しかし私は自分の皇帝を走り終え、主イエスから賜った神の恵みの福音を明かしする任務を果たしえさえしたら、この命は自分にとって少しも惜しいとは思わない。私は今信じている。あなた方の間を歩き回って、御国を述べ伝えたこの私の顔を、みんなが今後二度と見ることはあるまい。だから今日、この日にあなた方に断言しておく。私はすべての人の血について、何ら責任がない。神の御旨を皆余すところなく、あなた方に伝えておいたからである。どうかあなた方自身に気をつけ、またすべての群れに気を配っていただきたい。
聖霊は神が御子の血で贖い取られた神の教会を牧させるために、あなた方をその群れの監督者としてお立てになったのである。私が去った後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて、容赦なく群れを荒らすようになることを私は知っている。またあなた方自身の中からも、いろいろ曲がったことを言って、弟子たちを自分の方に引っ張り込もうとする者らが起こるであろう。だから目を覚ましていなさい。そして私が三年の間、夜も昼も涙を持って、あなた方一人一人を絶えず諭してきたことを忘れないでほしい。今私は主とその恵みの言葉とにあなた方を委ねる。御言葉にはあなた方の徳を立て、性別されたすべての人々と共に御国を継がせる力がある。私は人の金や銀や衣服を欲しがったことはない。あなた方自身が知っている通り、私のこの両手は自分の生活のためにも、また一緒にいた人たちのためにも働いてきたのだ。私はあなた方もこのように働いて、弱い者を助けなければならないことを、また受けるよりは与える方が幸いであると言われた主イエスの言葉を記憶しているべきことを、万事について教え示したのである。こう言ってパウロは一同と共にひざまずいて祈った。みんなの者は激しく泣き悲しみ、パウロの首を抱いて幾度も接吻し、もう二度と自分の顔を見ることはあるまいと彼が言ったので、特に心を痛めた。それから彼を船まで見送った。使徒行伝第21章。さて私たちは人々と別れて船出してからコスに直行し、次の日はロドスに、そこからパタラに着いた。ここでフィニケ行きの船を見つけたので、それに乗り込んで出帆した。やがてクプロが見えてきたが、それを左手にして通り過ぎ、シリアへ航行を続け、ツロに入港した。ここで積み荷が陸揚げされることになっていたからである。私たちは弟子たちを探し出して、そこに7日間泊まった。ところが彼らは御霊の示しを受けて、エルサレムには登っていかないようにとしきりにパウロに注意した。しかし滞在期間が終わったとき、私たちはまた旅立つことにしたので、みんなの者は妻や子供を引き連れて、町外れまで私たちを見送りに来てくれた。そこで共に海岸にひざまずいて祈り、互いに別れを告げた。それから私たちは船に乗り込み、彼らはそれぞれ自分の家に帰った。私たちはツロからの航行を終わってトレマイに着き、そこの兄弟たちに挨拶をし、彼らのところに一日滞在した。翌日そこを立ってカイザリアに着き、かの七人の一人である伝道者ピリポの家に行き、そこに泊まった。この人に四人の娘があったが、いずれも諸女であって予言をしていた。幾日か滞在している間に、アガボという預言者がユダヤから下ってきた。そして私たちのところに来て、パウロの帯を取り、それで自分の手足を縛っていった。聖霊がこうお告げになっている。この帯の持ち主を、ユダヤ人たちがエルサレムでこのように縛って、異邦人の手に渡すであろう。私たちはこれを聞いて、土地の人たちと一緒になって、エルサレムへ登っていかないようにと、パウロに願い続けた。その時、パウロは答えた。あなた方は泣いたり、私の心をくじいたりして、一体どうしようとするのか。私は主イエスの名のためなら、エルサレムで縛られるだけでなく、死ぬことをも覚悟しているのだ。こうしてパウロが勧告を聞き入れてくれないので、私たちは主の御心が行われますようにと言っただけで、それ以上何も言わなかった。数日後、私たちは予想を整えてエルサレムへ登っていった。カイザリアの弟子たちも数人、私たちと同行して、古くからの弟子であるクプロビとマナソンの家に案内してくれた。私たちはその家に泊まることになっていたのである。私たちがエルサレムに到着すると、兄弟たちは喜んで迎えてくれた。翌日、パウロは私たちを連れてヤコブを訪問しに行った。
そこに長老たちが皆集まっていた。パウロは彼らに挨拶をした後、神が自分の働きを通して異邦人の間になさったことどもをいちいち説明した。一同はこれを聞いて神を褒めたたえ、そして彼に言った。兄弟よ、ご承知のようにユダヤ人の中で信者になった者が数万にも上っているが、みんな律法に熱心な人たちである。ところが彼らが伝え聞いているところによれば、あなたは異邦人の中にいるユダヤ人一同に対して、子供に割礼を施すな、またユダヤの慣例に従うなと言って、モーセに背くことを教えているということである。どうしたらよいか。あなたがここに来ていることは、彼らもきっと聞き込むに違いない。ついては今私たちが言う通りのことをしなさい。私たちの中に誓願を立てている者が四人いる。この人たちを連れて行って彼らと共に清めを行い、また彼らの頭を剃る費用を引き受けてやりなさい。そうすればあなたについて噂されていることは根も葉もないことで、あなたは律法を守って正しい生活をしていることがみんなにわかるであろう。異邦人で信者になった人たちには、すでに手紙で偶像に備えたものと、血と締め殺したものと、不貧困と慎むようにとの決議が私たちから知らせてある。そこでパウロは、その次の日に四人の者を連れて、彼らと共に清めを受けてから宮に入った。そして清めの期間が終わって、一人びとりのために供え物を捧げる時を報告しておいた。7日の期間が終わろうとしていたとき、アジアから来たユダヤ人たちが、宮の内でパウロを見かけて、群衆全体を先導し始め、パウロに手をかけて叫び立てた。イスラエルの人々よ、火星に来てくれ。この人は至るところで、民と律法とこの場所に背くことをみんなに教えている。その上にギリシャ人を宮の内に連れ込んで、この神聖な場所を汚したのだ。彼らは前にエペソ人トロピモがパウロと一緒に町を歩いていたのを見かけて、その人をパウロが宮の内に連れ込んだのだと思ったのである。そこで市全体が騒ぎ出し、民衆が駆け集まってきてパウロを捕らえ、宮の外に引きずり出した。そしてすぐその後に宮の門が閉ざされた。彼らがパウロを殺そうとしていた時に、エルサレム全体が混乱状態に陥っているとの情報が、守備隊の戦卒長に届いた。そこで彼は早速、兵卒や百卒長たちを率いて、その場に駆けつけた。人々は戦卒長や兵卒たちを見て、パウロを打ち叩くのをやめた。戦卒長は近寄ってきてパウロを捕らえ、彼を二重の鎖で縛っておくように命じた上、パウロは何者か、また何をしたのかと尋ねた。しかし群衆がそれぞれ違ったことを叫び続けるため、騒がしくて確かなことがわからないので、彼はパウロを兵営に連れて行くように命じた。パウロが階段に差し掛かった時には、群衆の暴行を避けるため、兵卒たちに担がれていくという始末であった。大勢の民衆が、あれをやっつけてしまえと叫びながらついてきたからである。パウロが兵営の中に連れて行かれようとした時、戦卒長に一言あなたにお話ししてもよろしいですかと尋ねると、戦卒長が言った。お前はギリシャ語が話せるのか。では、もしかお前は先頃反乱を起こした後、四千人の刺客を引き連れて荒野へ逃げていったあのエジプト人ではないのか。パウロは答えた。私はタルソ生まれのユダヤ人で、キリキアの劣気とした都市の市民です。お願いです。民衆に話をさせてください。戦卒長が許してくれたので、パウロは階段の上に立ち、民衆に向かって手を振った。すると一同がすっかり静粛になったので、パウロはヘブル語で話し出した。使徒行伝第22章。兄弟たちよ、父たちよ、今申し上げる私の弁明を聞いていただきたい。パウロがヘブル語でこう語りかけるのを聞いて、人々はますます静粛になった。そこで彼は言葉を継いで言った。私はキリキアのタルソで生まれたユダヤ人であるが、この都で育てられ、
ガマリエルの膝元で先祖伝来の律法について厳しい訓導を受け、今日の皆さんと同じく神に対して熱心なものであった。そしてこの道を迫害し、男であれ女であれ縛り上げて獄に投じ、彼らを死に至らせた。このことは大祭司も長老たち一同も証明するところである。さらに私はこの人たちからダマスコの同志たちへ宛てた手紙をもらって、その地にいる者たちを縛り上げ、エルサレムに引っ張ってきて、処罰するため出かけて行った。旅を続けてダマスコの近くに来たときに、真昼ごろ、突然強い光が天から私を巡り照らした。私は地に倒れた。そして、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか、と呼びかける声を聞いた。これに対して私は、主よ、あなたはどなたですか、と言った。するとその声が、私はあなたが迫害しているナザレ人イエスである、と答えた。私と一緒にいた者たちは、その光は見たが、私に語りかけた方の声は聞かなかった。私が、主よ、私は何をしたらよいでしょうか、と尋ねたところ、主は言われた。起き上がってダマスコに行きなさい。そうすればあなたがするように決めてあることが、すべてそこで告げられるであろう。私は光の輝きで目がくらみ、何も見えなくなっていたので、連れの者たちに手を引かれながらダマスコに行った。すると律法に忠実で、ダマスコ在住のユダヤ人全体に評判の良い、アナニアという人が私のところに来てそばに立ち、兄弟サウロよ、見えるようになりなさい、と言った。するとその瞬間に私の目が開いて彼の姿が見えた。彼は言った。私たちの先祖の神があなたを選んで身旨を知らせ、かの疑心を見させ、その口から声をお聞かせになった。それはあなたがその見聞きしたことにつき、すべての人に対して彼の証人になるためである。そこで今何のためらうことがあろうか。すぐ立って皆を唱えてバプテスマを受け、あなたの罪を洗い落としなさい。それから私はエルサレムに帰って宮で祈っているうちに夢うつつになり、主にまみえたが、主は言われた。急いですぐにエルサレムを出て行きなさい。私についてのあなたの証を人々が受け入れないから。そこで私が言った。主よ、彼らは私が至るところの街道であなたを信じる人々を獄に投じたり、鞭打ったりしていたことを知っています。またあなたの証人ステパノの血が流された時も、私は立ち会っていてそれに賛成し、また彼を殺した人たちの上着の番をしていたのです。すると主が私に言われた。行きなさい。私があなたを遠く異邦の民へ使わすのだ。彼の言葉をここまで聞いていた人々は、この時声を張り上げて言った。こんな男は地上から取り除いてしまえ、生かしておくべきではない。人々がこうわめき立てて、空中に上着を投げ、塵をまき散らす始末であったので、センス長はパウロを兵営に引き入れるように命じ、どういうわけで彼に対してこんなにわめき立てているのかを確かめるため、彼を無知の拷問にかけて取り調べるように言い渡した。彼らが鞭を当てるため彼を縛りつけていたとき、パウロはそばに立っている百卒長に言った。ローマの市民たる者を裁判にかけもしないで鞭打ってよいのか。百卒長はこれを聞き、千卒長のところに行って報告し、そして言った。どうなさいますか。あの人はローマの市民なのです。そこで千卒長がパウロのところに来て言った。私に言ってくれ。あなたはローマの市民なのか。パウロはそうです、と言った。これに対して千卒長が言った。私はこの市民権を多額の金で買い取ったのだ。するとパウロは言った。私は生まれながらの市民です。そこでパウロを取り調べようとしていた人たちは、直ちに彼から身を引いた。千卒長もパウロがローマの市民であること、またそういう人を縛っていたことが分かって恐れた。翌日、彼はユダヤ人がなぜパウロを訴え出たのか、その真相を知ろうと思って彼を説いてやり、同時に祭司長たちと全議会とを召集させ、そこに彼を引き出して彼らの前に立たせた。
使徒行伝第23章。パウロは議会を見つめて言った。兄弟たちよ、私は今日まで神の前にひたすら明らかな良心に従って行動してきた。すると大祭司アナニアがパウロのそばに立っている者たちに彼の口を打てと命じた。その時パウロはアナニアに向かって言った。白く塗られた壁よ、神があなたを打つであろう。あなたは律法に従って私を裁くために座についているのに、律法に背いて私を打つことを命じるのか。するとそばに立っている者たちが言った。神の大祭司に対して無礼なことを言うのか。パウロは言った。兄弟たちよ、彼が大祭司だとは知らなかった。聖書に民の頭を悪く言ってはいけないと書いてあるのだった。パウロは議員の一部がサドカイ人であり、一部はパリサイ人であるのを見て、議会の中で声を高めて言った。兄弟たちよ、私はパリサイ人であり、パリサイ人の子である。私は死人の復活の望みを抱いていることで裁判を受けているのである。彼がこう言ったところ、パリサイ人とサドカイ人との間に論争が生じ、回収が相分かれた。元来サドカイ人は、復活とか天使とか霊とかは一切存在しないと言い、パリサイ人はそれらは皆存在すると主張している。そこで大騒ぎとなった。パリサイ派のある律法学者たちが立って強く主張していった。我々はこの人には何も悪いことがないと思う。あるいは霊か天使かが彼に告げたのかもしれない。こうして論争が激しくなったので、戦卒長はパウロが彼らに引き裂かれるのを気遣って、兵卒どもに降りて行ってパウロを彼らの中から力ずくで引き出し、兵営に連れてくるように命じた。その夜、主がパウロに臨んで言われた。しっかりせよ。あなたはエルサレムで私のことを証ししたように、ローマでも証しをしなくてはならない。夜が明けると、ユダヤ人らは申し合わせをして、パウロを殺すまでは飲食を一切断つと誓い合った。この陰謀に加わった者は40人余りであった。彼らは祭司長たちや長老たちのところに行ってこう言った。我々はパウロを殺すまでは何も食べないと固く誓い合いました。ついてはあなた方は議会と組んで、彼のことでなお詳しく取り調べをするように見せかけ、パウロをあなた方のところに連れ出すように、戦卒長に頼んでください。我々としては、パウロがそこに来ないうちに殺してしまう手はずにしています。ところが、パウロの姉妹の子が、この待ち伏せのことを耳にし、兵営に入って行ってパウロにそれを知らせた。そこでパウロは百卒長の一人を呼んで言った。この若者を戦卒長のところに連れて行ってください。何か報告することがあるようですから。この百卒長は若者を連れて行き、戦卒長に引き合わせて行った。囚人のパウロが、この若者があなたに話したいことがあるので、あなたのところに連れて行ってくれるようにと私を呼んで頼みました。そこで戦卒長は若者の手を取り、人のいないところへ連れて行って尋ねた。私に話したいことというのは何か。若者が言った。ユダヤ人たちがパウロのことをもっと詳しく取り調べをすると見せかけて、明日議会に彼を連れ出すようにあなたに頼むことに決めています。どうぞ彼らの頼みを取り上げないでください。40人余りの者がパウロを待ち伏せしているのです。彼らはパウロを殺すまでは飲食を一切断つと固く誓い合っています。そして今手はずを整えてあなたの許可を待っているところなのです。そこで戦卒長は、このことを私に知らせたことは、誰にも口外するな、と命じて若者を返した。それから彼は、百卒長二人を呼んで言った。歩兵200名、騎兵70名、総兵200名を、カイザリアに向け出発できるように、今夜9時までに用意せよ。また、パウロを乗せるために馬を用意して、彼を総督、ペリクスのもとへ無事に連れて行け。さらに彼は次のような文面の手紙を書いた。クラウデオ・ルシア、慎んで総督ペリクス閣下の平安を祈ります。本人のパウロがユダヤ人らに捕らえられ、まさに殺されようとしていたのを、彼のローマ市民であることを知ったので、
私は兵卒たちを率いて行って彼を救い出しました。それから彼が訴えられた理由を知ろうと思い、彼を議会に連れて行きました。ところが彼はユダヤ人の律法の問題で訴えられたものであり、何ら死刑または投獄にあたる罪のないことが分かりました。しかしこの人に対して陰謀が巡らされているとの報告がありましたので、私はとりあえず彼を閣下のもとにお送りすることにし、訴える者たちには閣下の前で彼に対する申し立てをするようにと命じておきました。そこで歩兵たちは命じられた通りパウロを引き取って、夜の間にアンテパトリスまで連れて行き、翌日は騎兵たちにパウロを護送させることにして兵営に帰って行った。騎兵たちはカイザリアに着くと手紙を総督に手渡し、さらにパウロを彼に引き合わせた。総督は手紙を読んでからパウロにどの州のものかと尋ね、キリキアの手だと知って、訴え人たちが来た時にお前を調べることにすると言った。そしてヘロデの官邸に彼を守っておくように命じた。使徒行伝第24章。5日の後、大祭司アナニアは長老数名とテルトロという弁護人等を連れて下り、総督にパウロを訴え出た。パウロが呼び出されたので、テルトロは論告を始めた。ペリクス閣下、私たちが閣下のおかげで十分に平和を楽しみ、またこの国がご配慮によってあらゆる方面に、また至るところで改善されていることは、私たちの感謝してやまないところであります。しかしご迷惑をかけないように、くどくどと述べずに手短に申し上げますから、どうぞ忍んでお聞き取りのほどお願いいたします。さて、この男は疫病のような人間で、世界中のすべてのユダヤ人の中に騒ぎを起こしているものであり、またナザレ人らの異端の頭であります。この者が宮までも汚そうとしていたので、私たちは彼を捕獲したのです。そして律法に従って裁こうとしたところ、戦卒長ルシアが干渉して、彼を無理に私たちの手から引き離してしまい、彼を訴えた人たちには、閣下のところに来るようにと命じました。それで閣下ご自身でお調べになれば、私たちが彼を訴え出た理由が全部お分かりになるでしょう。ユダヤ人たちもこの訴えに同調して、全くその通りだと言った。そこで総督が合図をして発言を促したので、パウロは答弁して言った。閣下が多年にわたり、この国民の裁判を司っておられることをよく承知していますので、私は喜んで自分のことを弁明いたします。お調べになればわかるはずですが、私が礼拝をしにエルサレムに登ってから、まだ12日そこそこにしかなりません。そして宮の内でも、街道内でも、あるいは市内でも、私が誰かと論争したり、群衆を扇動したりするのを見たものはありませんし、今私を訴え出ていることについて、閣下の前にその証拠を挙げうるものはありません。ただ、私はこのことは認めます。私は彼らが異端だとしている道に従って、私たちの先祖の神に仕え、律法の教えるところ、また預言者の書に書いてあることをことごとく信じ、また正しいものも正しくないものも、やがて蘇るとの希望を神を仰いで抱いているものです。この希望は彼ら自身も持っているのです。私はまた神に対し、また人に対して、両親に責められることのないように常に努めています。さて私は幾年ぶりかに帰ってきて、同胞に施しをし、また供え物をしていました。その時彼らは私が宮で清めを行っているのを見ただけであって、群衆もいず騒動もなかったのです。ところがアジアから来た数人のユダヤ人が、彼らが私に対して、何か咎め立てをすることがあったなら、よろしく閣下の前に来て訴えるべきでした。あるいは何か私に不正なことがあったなら、私が議会の前に立っていたとき、彼ら自らそれを指摘すべきでした。ただ私は彼らの中に立って、私は死人のよみがえりのことで、今日あなた方の前で裁きを受けているのだと叫んだだけのことです。ここでペリクスは、この道のことを相当わきまえていたので、戦卒長ルシアが下ってくるのを待って、
お前たちの事件を判決することにすると言って裁判を延期した。そして百卒長にパウロを監禁するように。しかし彼を寛大に取り扱い、友人らが世話をするのを止めないようにと命じた。数日たってからペリクスはユダヤ人である妻ドルシラと一緒に来て、パウロを呼び出し、キリストイエスに対する信仰のことを彼から聞いた。そこでパウロが正義、節制、未来の審判などについて論じていると、ペリクスは不安を感じてきて言った。今日はこれで帰るがよい。また良い機会を得たら呼び出すことにする。彼はそれと同時に、パウロから金をもらいたい下心があったので、たびたびパウロを呼び出しては語り合った。さて、二カ年経った時、ポルキオ・フェストがペリクスと交代して任に就いた。ペリクスはユダヤ人の関心を買おうと思って、パウロを監禁したままにしておいた。使徒行伝第25章。さて、フェストは任地に着いてから3日の後、カイザリアからエルサレムに登ったところ、祭司長たちやユダヤ人の主だった者たちがパウロを訴え出て、彼をエルサレムに呼び出すように取り計らっていただきたいとしきりに願った。彼らは途中で待ち伏せして彼を殺す考えであった。ところがフェストはパウロがカイザリアに監禁してあり、自分もすぐそこへ帰ることになっていると答え、そして言った。では、もしあの男に何か不都合なことがあるなら、お前たちのうちの有力者らが私と一緒に下って行って訴えるがよかろう。フェストは彼らの間に8日か10日ほど滞在した後、カイザリアに下って行き、その翌日裁判の席についてパウロを引き出すように命じた。パウロが姿を現すと、エルサレムから下ってきたユダヤ人たちが彼を取り囲み、彼に対して様々な重い罪状を申し立てたが、いずれもその証拠を挙げることはできなかった。パウロは、私はユダヤ人の律法に対しても、宮に対しても、またカイザルに対しても、何ら罪を犯したことはない、と弁明した。ところがフェストはユダヤ人の関心を買おうと思ってパウロに向かって言った。お前はエルサレムに登り、この事件に関し私からそこで裁判を受けることを承知するか。パウロは言った。私は今カイザルの法廷に立っています。私はこの法廷で裁判されるべきです。よくご承知の通り、私はユダヤ人たちに何も悪いことはしていません。もし私が悪いことをし、死に当たるようなことをしているのなら、死を免れようとはしません。しかし、もし彼らの訴えることに何の根拠もないとすれば、誰も私を彼らに引き渡す権利はありません。私はカイザルに上訴します。そこでフェストは陪席の者たちと協議した上、答えた。お前はカイザルに上訴を申し出た。カイザルのところに行くがよい。数日経った後、アグリッパ王とベルニケとが、フェストに敬意を表するためカイザリアに来た。二人はそこに何日間も滞在していたので、フェストはパウロのことを王に話していった。ここにペリクスが囚人として残していった一人の男がいる。私がエルサレムに行った時、この男のことを祭司長たちやユダヤ人の長老たちが私に報告し、彼を罪に定めるようにと要求した。そこで私は彼らに答えた。訴えられた者が訴えた者の前に立って、告訴に対し弁明する機会を与えられない前に、その人を見放してしまうのはローマ人の慣例にはないことである。それで彼らがここに集まってきたとき、私は時を移さず次の日に裁判の席について、その男を引き出させた。訴えた者たちは立ち上がったが、私が推測していたような悪事は、彼について何一つ申し立てはしなかった。ただ彼と争い合っているのは、彼ら自身の宗教に関し、また死んでしまったのに生きているとパウロが主張しているイエスなるものに関する問題に過ぎない。これらの問題をどう取り扱ってよいかわからなかったので、私は彼に、エルサレムに行ってこれらの問題についてそこで裁いてもらいたくはないかと尋ねてみた。ところがパウロは皇帝の判決を受けるときまで、このまま自分を留めておいてほしいというので、カイザルに彼を送り届けるときまで留めておくようにと命じておいた。
そこでアグリッパがフェストに、私もその人の言い分を聞いてみたいと言ったので、フェストは、では明日彼から聞き取るようにしてあげようと答えた。翌日、アグリッパとベルニケとは、大いに意義を整えて、戦卒長たちや死の主だった人たちと共に、陰謙所に入ってきた。するとフェストの命によって、パウロがそこに引き出された。そこでフェストが言った。アグリッパ王、並びに五輪席の諸君。ご覧になっているこの人物は、ユダヤ人たちがこぞってエルサレムにおいても、またこの地においても、これ以上生かしておくべきでないと叫んで、私に訴え出ているものである。しかし彼は死に当たることは何もしていないと私は見ているのだが、彼自身が皇帝に上訴すると言い出したので、彼をそちらへ送ることに決めた。ところが彼について主君に書き送る確かなものが何もないので、私は彼を諸君の前に、特にアグリッパ王よ、あなたの前に引き出して、取り調べをした後、上書すべき材料を得ようと思う。囚人を送るのに、その告訴の理由を示さないということは、不合理だと思えるからである。使徒行伝、第26章。アグリッパはパウロに、お前自身のことを話してもよい、と言った。そこでパウロは手を差し伸べて、弁明をし始めた。アグリッパ王よ、ユダヤ人たちから訴えられているすべてのことに関して、今日あなたの前で弁明することになったのは、私の幸せに思うところであります。あなたはユダヤ人のあらゆる慣例や問題をよく知り抜いておられる方ですから、私の申すことを寛大なお心で聞いていただきたいのです。さて、私は若い時代には、はじめから自国民の中で、またエルサレムで過ごしたのですが、その頃の私の生活ぶりは、ユダヤ人がみんなよく知っているところです。彼らは私をはじめから知っているので、証言しようと思えばできるのですが、私は私たちの宗教の最も厳格な派に従って、パリサイ人としての生活をしていたのです。今私は神が私たちの先祖に約束なさった希望をいただいているために、裁判を受けているのであります。私たちの十二の部族は、夜昼熱心に神に仕えて、その約束を得ようと望んでいるのです。王よ、この希望のために、私はユダヤ人から訴えられています。神が死人をよみがえらせるということがあなた方にはどうして信じられないことと思えるのでしょうか。私自身も以前にはナザレ人イエスの名に逆らって反対の行動をすべきだと思っていました。そして私はそれをエルサレムで刊行し、祭司長たちから権限を与えられて多くの生徒たちを獄に閉じ込め、彼らが殺される時にはそれに賛成の意を表しました。それから至るところの街道でしばしば彼らを罰して無理やりに神を汚す言葉を言わせようとし、彼らに対してひどく荒れ狂い、ついに外国の町々にまで迫害の手を伸ばすに至りました。こうして私は祭司長たちから権限と委任等を受けてダマスコに行ったのですが、王よ、その途中、真昼に光が天から差してくるのを見ました。それは太陽よりももっと光り輝いて、私と同行者たちと巡り照らしました。私たちは皆地に倒れましたが、その時ヘブル語で私にこう呼びかける声を聞きました。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。棘のある鞭を蹴れば傷を負うだけである。そこで私が、主よ、あなたはどなたですかと尋ねると、主は言われた。私はあなたが迫害しているイエスである。さあ起き上がって自分の足で立ちなさい。私があなたに現れたのは、あなたが私に会ったことと、あなたに現れて示そうとしていることとを証しし、これを伝える務めにあなたを任じるためである。私はこの国民と異邦人との中からあなたを救い出し、改めてあなたを彼らに使わすが、それは彼らの目を開き、彼らを闇から光へ、悪魔の支配から神の身元へ帰らせ、また彼らが罪の許しを得、私を信じる信仰によって聖別された人々に加わるためである。それですからアグリッパ王よ、私は天よりの啓示に背かず、まずはじめにダマスコにいる人々に、それからエルサレムにいる人々、さらにユダヤ全土、
並びに異邦人たちに、悔い改めて神に立ち返り、悔い改めにふさわしい技を行うようにと説き進めました。そのためにユダヤ人は私を宮で引き捕らえて殺そうとしたのです。しかし私は今日に至るまで神の加護を受け、このように立って小さい者にも大きい者にも証をなし、預言者たちやモーセが今後起こるべきだと語ったことをそのまま述べてきました。すなわちキリストが苦難を受けること、また死人の中から最初に蘇って、この国民と異邦人とに光を述べ伝えるに至ることを証ししたのです。パウロがこのように弁明をしていると、フェストは大声で言った。パウロよ、お前は気が狂っている。迫学がお前を狂わせている。パウロが言った。フェスト閣下よ、私は気が狂ってはいません。私は真面目な真実の言葉を語っているだけです。王はこれらのことをよく知っておられるので、王に対しても率直に申し上げているのです。それは片隅で行われたのではないのですから、一つとして王が見逃されたことはないと信じます。アグリッパ王よ、あなたは預言者を信じますか？信じておられると思います。アグリッパがパウロに言った。お前は少し説いただけで、私をクリスチャンにしようとしている。パウロが言った。説くことが少しであろうと、多くであろうと、私が神に祈るのは、ただあなただけでなく、今日私の言葉を聞いた人も皆、私のようになってくださることです。このような鎖は別ですが、それから王も総督もペルニケも、また列席の人々も皆立ち上がった。退場してから互いに語り合っていった。あの人は死や投獄にあたるようなことをしてはいない。そしてアグリッパがフェストに言った。あの人はカイザルに上訴していなかったら許されたであろうに。使徒行伝第27章。さて私たちが船でイタリアに行くことが決まったとき、パウロとその他数人の囚人とは、この得体の百卒長ユリアスに託された。そして私たちはアジア沿岸の各所に寄港することになっているアドラミテオの船に乗り込んで出版した。テサロニケのマケドニア人アリスタルコも同行した。次の日シドンに入港したが、ユリアスはパウロを親切に取り扱い、友人を訪れて歓待を受けることを許した。それから私たちはここから船でしたが、逆風にあったのでクプロの島影を航行し、キリキアとパンフリアの沖を過ぎてルキアのミラに入港した。そこにイタリア行きのアレキサンドリアの船があったので、百卒長は私たちをその船に乗り込ませた。幾日もの間、船の進みが遅くて、私たちは辛うじて、国戸の沖合に来たが、風が私たちの行く手を阻むので、サルモネの沖、クレテの島影を航行し、その岸に沿って進み、辛うじて良き港と呼ばれるところに着いた。その近くにラサヤの町があった。長い時が経過し、断食期も過ぎてしまい、すでに航海が危険な季節になったので、パウロは人々に警告していった。皆さん、私の見るところでは、この航海では積み荷や船体ばかりでなく、我々の生命にも危害と大きな損失が及ぶであろう。しかし、百卒長はパウロの意見よりも船長や船主の方を信頼した。なお、この港は冬を過ごすのに適しないので、大多数の者はここから出て、できれば何とかして、南西と北西とに面しているクレテのピニクス港に行って、そこで冬を過ごしたいと主張した。時に南風が静かに吹いてきたので、彼らはこの時とばかりに怒りを上げて、クレテの岸に沿って航行した。すると間もなく、ユーラクロンと呼ばれる暴風が島から吹き下ろしてきた。そのために船が流されて、風に逆らうことができないので、私たちは吹き流されるままに任せた。それからクラウダという小島の陰に入り込んだので、私たちはやっとのことで小舟を処置することができ、それを船に引き上げてから綱で船体を巻きつけた。またスルテスの巣に乗り上げるのを恐れ、帆を下ろして流れるままにした。私たちは暴風にひどく悩まされ続けたので、次の日に人々は積み荷を捨て始め、
三日目には船具までも鉄から投げ捨てた。幾日もの間、太陽も星も見えず、暴風は激しく吹きすさぶので、私たちの助かる最後の望みもなくなった。みんなの者は長い間食事もしないでいたが、その時パウロが彼らの中に立って言った。皆さん、あなた方が私の忠告を聞き入れて、クレテから出なかったら、このような危害や損失を被らなくて済んだはずであった。だがこの際お勧めする。元気を出しなさい。船が失われるだけで、あなた方の中で生命を失う者は一人もいないであろう。昨夜私が仕え、また拝んでいる神からの御使いが、私のそばに立って言った。パウロよ、恐れるな。あなたは必ずカイザルの前に立たなければならない。確かに神は、あなたと同船の者を、ことごとくあなたに賜っている。だから皆さん、元気を出しなさい。万事は私に告げられた通りになっていくと、私は神にかけて信じている。我々はどこかの島に打ち上げられるに相違ない。私たちがアドリア海に漂ってから14日目の夜になった時、真夜中頃、スイフラはどこかの陸地に近づいたように感じた。そこで水の深さを測ってみたところ、20キロであることが分かった。それから少し進んで、もう一度測ってみたら、15キロであった。私たちが毎日暗礁に乗り上げては大変だと、人々は気遣って、友から4つの怒りを投げ下ろし、夜の明けるのを待ちわびていた。その時、スイフラが船から逃げ出そうと思って、へさきから怒りを投げ下ろすと見せかけ、小舟を海に下ろしていたので、パウロは百卒長や兵卒たちに言った。あの人たちが船に残っていなければ、あなた方は助からない。そこで兵卒たちは小舟の綱を断ち切って、その流れていくままに任せた。夜が明けかけた頃、パウロは一同の者に食事をするように勧めていった。あなた方が食事もせずに、見張りを続けてから何も食べないで、今日が14日目にあたる。だから今食事をとることをお勧めする。それがあなた方を救うことになるのだから。確かに髪の毛一筋でも、あなた方の頭から失われることはないであろう。彼はこう言ってパンを取り、みんなの前で神に感謝し、それを裂いて食べ始めた。そこでみんなの者も元気づいて食事をした。船にいた私たちは合わせて276人であった。みんなの者は十分に食事をした後、穀物を海に投げ捨てて船を軽くした。夜が明けて、どこの土地かよくわからなかったが、砂浜のある入り江が見えたので、できればそれに船を乗り入れようということになった。そこで怒りを切り離して海に捨て、同時に舵の綱を緩め、風に前の方を上げて砂浜に向かって進んだ。ところが潮流の流れ合うところに突き進んだため、船を浅瀬に乗り上げてしまって、へさきがめり込んで動かなくなり、友の方は激浪のために壊された。兵卒たちは囚人らが泳いで逃げる恐れがあるので、殺してしまおうと図ったが、百卒長はパウロを救いたいと思うところからその意図を退け、泳げる者はまず海に飛び込んで陸に行き、その他の者は板や船の破片に乗っていくように命じた。こうして全部の者が上陸して救われたのであった。使徒行伝第28章。私たちがこうして救われてから分かったが、これはマルタと呼ばれる島であった。土地の人々は私たちに並々ならぬ親切を表してくれた。すなわち降りしきる雨や寒さをしのぐために火を焚いて私たち一同をねぎらってくれたのである。その時パウロは一抱えの芝を束ねて火にくべたところ、熱気のためにマムシが出てきて彼の手に噛みついた。土地の人々はこの生き物がパウロの手からぶら下がっているのを見て互いに言った。この人はきっと人殺しに違いない。海からは逃れたが、DK の神様が彼を生かしてはおかないのだ。ところがパウロはマムシを火の中に振り落として、何の害も被らなかった。彼らは彼が間もなく腫れ上がるか、あるいはたちまち倒れて死ぬだろうと様子を伺っていた。しかし長い間伺っていても、
彼の身に何の変わったことも起こらないのを見て、彼らは考えを変えて、この人は神様だと言い出した。さて、その場所の近くに、島の首長、ポプリオという人の所有地があった。彼はそこに私たちを招待して、3日の間親切にもてなしてくれた。たまたまポプリオの父が赤痢を患い、高熱で床についていた。そこでパウロはその人のところに入って行って祈り、手を彼の上に置いて癒してやった。このことがあってから他に病気をしている島の人たちが続々とやってきて皆癒された。彼らは私たちを非常に尊敬し、出版の時には必要な品々を持ってきてくれた。3ヶ月経った後、私たちはこの島に冬ごもりをしていたデオスクリの船飾りのあるアレキサンドリアの船で出版した。そしてシラクサに寄港して3日の間停泊し、そこから進んでレギオンに行った。それから1日置いて南風が吹いてきたのに乗じ、2日目にポテオリに着いた。そこで兄弟たちに会い、勧められるまま彼らのところに7日間も滞在した。それから私たちはついにローマに到着した。ところが兄弟たちは私たちのことを聞いてアピオポロおよびトレス・タベルネまで出迎えてくれた。パウロは彼らに会って神に感謝し勇み立った。私たちがローマに着いた後、パウロは一人の番兵をつけられ、一人で住むことを許された。3日経ってからパウロは主だったユダヤ人たちを招いた。みんなの者が集まった時、彼らに言った。兄弟たちよ、私は我が国民に対しても、あるいは先祖伝来の慣例に対しても、何一つ背く行為がなかったのに、エルサレムで囚人としてローマ人たちの手に引き渡された。彼らは私を取り調べた結果、何ら死にあたる罪状もないので、私を釈放しようと思ったのであるが、ユダヤ人たちがこれに反対したため、私はやむを得ず、カイザルに上訴するに至ったのである。しかし私は我が同胞を訴えようなどとしているのではない。こういうわけであなた方に会って語り合いたいと願っていた。事実、私はイスラエルのいただいている希望のゆえに、この鎖につながれているのである。そこで彼らはパウロに言った。私たちはユダヤ人たちからあなたについて何の文書も受け取っていないし、また兄弟たちの中からここに来てあなたについて不利な報告をしたり、悪口を言ったりした者もなかった。私たちはあなたの考えていることを直接あなたから聞くのが正しいことだと思っている。実はこの宗派については至るところで反対のあることが私たちの耳にも入っている。そこで日を定めて大勢の人がパウロの宿に詰めかけてきたので、朝から晩までパウロは語り続け、神の国のことを明かしし、またモーセの律法や預言者の書を引いて、イエスについて彼らの説得に努めた。ある者はパウロの言うことを受け入れ、ある者は信じようともしなかった。互いに意見が合わなくて、みんなの者が帰ろうとしていたとき、パウロは一言述べて言った。聖霊はよくも預言者イザヤによって、あなた方の先祖に語ったものである。この民に言って言え、あなた方は聞くには聞くが、決して悟らない。見るには見るが、決して認めない。この民の心は鈍くなり、その耳は聞こえにくく、その目は閉じている。それは彼らが目で見ず、耳で聞かず、心で悟らず、悔い改めて癒されることがないためである。そこであなた方は知っておくがよい。神のこの救いの言葉は、異邦人に送られたのだ。彼らはこれに聞き従うであろう。パウロがこれらのことを述べ終わると、ユダヤ人らは互いに論じ合いながら帰っていった。パウロは自分の借りた家に万二年の間住んで、訪ねてくる人々を皆迎え入れ、はばからず、また妨げられることもなく、神の国を述べ伝え、主イエス・キリストのことを教え続けた。